大変長らくお待たせいたしました改めまして皆様こんにちは本日は未来設計,議未来設計会議食品中の放射性物質どこまで許せますか、えー、ご参加いただきまして誠にありがとうございます今回ファシリテーターを務めさせていただきます当館科学コミュニケーターの天野晴樹と申しますどうぞよろしくお願いいたしますえさて、えー、未来設計会議 失礼し,ました、はい、えっ、ー、とこれまでですねアフター3 1 1と題しまして、えー、開催してまいりました未来設計会議ですが、えー、今回のテーマは食品中の放射性物質のリスクについてになります皆さんは、えー、食の放射能リスクについてどのような意見をお持ちでしょうか、えー、今も食の放射能に対して不安をお持ちの方はいらっしゃるのではないかと思いますそして事実 福島県という名前がついているだけで、その食品は敬遠される、いわゆる風評被害という状態もいまだ続いています。それに対し、国は非正規を設け、検査をし、数値を公開している。しかし、その不安はいまだ払拭されていません、えー。この未来設計会議では、この放射能リスクに対して私たちが、えー、どのように付き合っていくべきなのか、安全な供給体制を確保しつつ、 さらに福島の復興をどのように両立していくのか皆さんと一緒に議論していけたらと思っております、えー、なおこの未来設計会議、えー、ゲストの先生をお呼びしておりますがこの会議はゲストの先生の話を聞くという会議ではありません皆様の意見を積極的に、えー、お寄せいただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますでは、えー、会場ゲストの先生を呼びたいと思いますお願いします皆ささん、拍手でお迎えください。 今回、えー、3人のゲストの先生をお呼びいたしました、私から紹介させていただきます、えー、国立医薬品・食品衛生研究所、えーすません、山本茂樹さんです、はい <laughs> えー。山本さんは食の健康リスクを専門とされ、今回の放射能リスクに対しては、えー、放射性物質の食品の規制値を決められた方になります。えー、次に、えー、厚生労働省未知の えー、秀氏様です、えー、厚,生厚生労働省において、えー、どのように検査を行っていくのか検査体制を構築されることに、えー、励まれてきました、えー、最後に、えー、甲斐智明さんです放射能のリスクリスク分析を専門とされ今回は、えー、健康リスクリスクの管理という観点から さまざまな提言をされてきています、はい、では、えー、この3方をお呼びして、えー、進めさせていただきますまずはお席にお座りください、はい、なおこの、えー、イベントは、えー、USTREAM にて生中継で配信させていただいておりますまた、えー、この内容は後日 YouTube にて公開されることになっておりますご了承おお願いいたします、えー、なお YouTube にて、ご来館、えー、中継をご覧になっているお客様、ツイッター、Twitter、でのご意見もごしゅ募集しておりますので、ご意見、どしどしお願いいたします、はい、ネットで集まりました意見を私から発表させていただきますので、よろしくお願いいたします。 本日の流れを簡単に紹介いたします、えー、第1部では、えー、講師の皆様からお話をいただきます山本,様山本さんからは食品中の放射性物質の規制値について西、えー、野さんからは食品中の放射性物質の対策甲斐さんからはリスクコントロールを目指せと題して講演いただきます、えー、2, 部に2部ではディスカッションに移ります、えー、2つの議論をしていきますが 皆さん、ワークシートをご覧になられたでしょうか安全とはどのような状態なのかそして食の安全供給と福島の再生を両立していくためにはどのような仕組みが必要なのか議論していきたいと思います、えー、そしてですね、えー、お話しいただく前に、えー、このようなアンケートを実施しました、えー、皆様がこの放射能リスクに対してどのような意見をお持ちなのか それを探るための質問だったのですが、えー、アンケートの内容は、えー、ご覧のとおり4月から食品中の放射性物質の規制値がより厳しく改正されます具体的には500ベクレルまで、えー、500ベクレルまで汚染された食品であったら、えー、流,通すること流通させることが可能でしたそれを100ベクレルまでに引き下げます、えー、このような改正によって 世ののの中中やあなたの生活の中で何が変わるとと思いいますか、ということを、えー、ご意見いたた。だきました、はいえー、この質問に対して、えー、良い方向に変化があるのではないかそういった期待を持った意見として子どもたちのために徹底的にやった方がいい絶対にまた厳格化は当然のことだ緩い規制値を許していた日本人の危機意識の欠如に欠如は深刻な問題なのではないか また、規制地が厳しくなることで、東北の食品も安心して買えるようになるのではないか、そういった、えー、好意的な変化が起こるのではないか、という意見がある一方で、えー、それを疑問視するような声もいただきました。えー、明確な根拠がない基準は、不要な不、不要な不安も、根拠のない安心も与えてしまうのではないか。むしろ、 漏れのない検査体制の構築に労力を費やすべきだ検査体制が整わない限り私たちは安心して野菜を買うことはできないまた検査コストが増え食品の価格高騰が生じるのではないか農家の人たちが困る食料の日本の食料自給率も低下してしまうのではないかといったご意,意見もいただきました。 ではここで、えー、このような意見,を意見が出ている最中にも、えー、4月から帰省地は改正されようとしています、えー皆さんのえー、会場の皆様の中にもまだこの食に対して不安を抱いている方いらっしゃるのではないかと思いますがここで、えー、皆,さんは皆様にこの帰省地の厳格化によってあなたの不安は解消されるのでしょうか、えー、ご意見を伺えたらと思います。えー皆さん ご意見ないでしょうかはいお願いしますもともと実はあまり不安に感じていなかったんですけどもあの規制値改正によってどれだけリスクが下がったのかということ自体がよくわからないんですあの本当に素人だからわからないと思うんですけど あのそこら辺をあのはっきり見せていただけるような何かないんでないんでしょうか。わかりました。非、え、制、ー、地の改正によってリスクの低減がどれだけあったのか、えー、疑問に答えていただけたらと思います。他に何か質問はご意見はないでしょうか。じゃあちょっと、えー、何かご意見ありましたらお話を伺えたらと思うのですが。 精度の高い,高い高額な機械がいっぱい必要になると、なんか読んだことがあるんですけど、そういう準備とかは大丈夫なのかなと、ちょっと基準が上がることで問題が出ないかなっていうのは、ちょっと心配です基準が厳しくなることで、より精密な検査が必要ということではないか、その検査体制は本当に、えー、整えられるのではないかという不安もあるということですね。 ほか、えー、に不安という立場で、はいあのまあ、意見というよりもちょっと質あの疑問なんですけれども、あのこれまでその500ベクレルずっとやってきて、まあ、当然出荷するところでは検査をしていると思うんですが、そのデータとして、つ,あつまり100からあのまあ数値としてです、ね、100から500の間に入っていたようなその製品商,品、まあ、商品はどれくらいあったのかというのが。 であのまあ、傾向としてどんどん下がってて、まあ、100にしても農家にとってダメージはないような状況になっているのか、その辺が知りたいです実際に、えー、どのような汚染度の持った食品が流通されていたのか、えー、全,体的に全体の中でどれだけ500から100に変えることによって、低減がされるのか、そこをもう一度見たい、見せていただけないかというご意見ですね。 <え>はい。えっと、あの規制値って、まあ、あ言ってるんですけども、もともと食品、ゼロベクレルではなかったと思うんですよ。 もともと南北でそれがどのくらい上がっているというその比較論ができていないのでその辺がちょっと明確にされていないのがちょっとおかしいなもともとカリウムは食品に入っているのでそれがどのくらいあってそれに比較して今どのくらいだよというのがないとなかなかわかりにくいと思います自然放射能と比較して、えー、今どれだけあるのか。 規制値の改正によってそれがどれだけ下がるのか、もう一度確認が欲しいという意見最後に、はい、えっとですね、あまり生前あ制約節節には言いたくないんですけれども、その規制を厳しくすることによってですね、流通できなくなった農産物が果たしてよそに本当に回らないのかということですね。これまで産地偽装の問題が一方でいろいろあって、そういう中でやはり過去にも同じような 事例で食品事故あったものが流通していたりとかということが後で分かったりということがあるわけですね、でそう厳しくすることによってそういったようなあの監視体制のもでというのが出てくるのではないか、そちらのコストが非常に上がってしまうのではないかというところが少し不安として出てくるのではないかと思います。ありがとととううございいます、えー、コスストという面でこののの改正はリスクの低減と そのコストが見合っているのかそういった点も確認していかなければいけないことなのかと思っておりますではですね、えー、ここでお話をいただきたいと思います厚生労働省にの、えー、食品衛生審議会において規制値の基準値の決定に携わられた山本さんよりお話しいただきたいと思いますどのような考え方を持って規制値は変えられたのかお話をお願いします はいえー、それでは簡単にご説明していきたいと思いますあまり時間がないということですのでちょっと早口になるかもしれませんがご了承ください、えー、こういうあの放射性物質の規制値を決めていくのはその初めての試みでしたので、えー、なかなかあそのどういうふうに考えていくのかというのがあ皆さんもお分かりにくいところがあると思いますでまずはめにはあちょっとあの 食のリスクを考えたときにどういうふうに、えーまあ、規制とかそういうことを考えていく基本の材料としてこういうものを用意していましたでまずあの化学、危害物質健康危害を起こすような物質としては科学的なものとして農薬や動物用医薬品なんかが入っているわけですけども生物学的なものとしては病原細菌病原を有する寄生虫なんかがあります。 で物理的なものとして今度放射性物質というものが新たにまあ考えなきゃいけないものとして入ってきたわけですね。で食のリスクというのは食事とともに摂取するこういった危害物質、えー、これによってどの程度の頻度、まあ、何人に何人が病気になるとかそれと、えー、非常にまあ 軽い程度でしたらちょっと軽くお腹痛くなる程度なんですけども,もうひ,どいひどいと死んでしまうというようなこともあるわけですね、まあ、その掛け算によってまあ決まっているということがあまあリスクという考え方になると思いますでこの場合に域地まあ式位置といいますかそれを超えると病気が出るこれ以下だと大丈夫という域地があるかないかによってまた考え方が変わります 化学物質でも動物実験等である量以下は全く作用が出ませんよという量があります。そういうき地を持っているものっていうのは、そのき地よりまあ安全係数というのを普通かけますけれども、例えば100分の1とか、もう少し危ないものでは500分の1とか、そういう形にしてまあ基準値というのを考えていく。そうすると、これはまあずっと食べ続けても安全だという話になるわけです。 しかしです、ね、この遺,伝遺伝発がん物質とか病原微生物、えー、そういったものについては、えー、どんなに、まあ、少なくとも発病するリスクはゼロではないつまり1個が入ったとしたら、えー、全く病気にならないというわけではないということそこがちょっと問題なんですが、えー、ただ、えー、それはです、ね、各今の頻度という問題からいくとじゃあ,あの日本国民1人の中に1人 以下か,かもしれないと、まあ、その程度のものなのでそこのリスクをすごくそのどの程度に見るかというのが大事になってくるんですでそういう時の基準値どうするんだという話になるわけですけどもまあ、放射性物質はじゃあこれにどっちに当てはまるのかと要するに息地があるのかないのかということですねでえき、ー、まあ息地のないものに関しては何人まあ年間 病気になってもいいかというような許容の仕方というのはなかなか皆さん受け入れにくいと思いますけれども、まあ、あの、現実に病気が発生しているということがありましたら、えー、それについては、病原体で、まあ、食中毒を起こるわけですけれども、えーまあ、1万人を何分の1かに減らしましょうというような目標、こういうのを立てるためには、えー、何個の病原体に抑えればいいか、つまり食べるときに何個以下にすればいいかというような考え方を病原体の場合はとってます。 でそれらの規制値をさらに、まあ、どういうふうに低くしていくかということですけれども、えー、放射性物質についてはです、ね、これちょっとわからないところがありまして、明らかな、まあ、作用が出る量というのは、それは分かっているわけですね、ある程度こう、これまでの、えー、原子爆弾の結果であるとか、そういうものも含めてです、ねわえー、分かってきているわけです。ところが、それ以下のものについてどうなんだと。 そこから下は要するに化学物質と同じでゼロになってしまうのかそれとも、まあ、遺伝発がん物質みたいにずっと下がっていってもその最小濃度で1回起こるのかと、まあ、そこから1キ以下のものっていうのは確率的な話を考えなきゃいけなくなるので非常に考え方は難しくなりますでも年間1ミリシーベルトっていう値っていうのを今度取ってるんですけども それ以下に抑える、ここから上が危なくて、ここから以下が、えー、大丈夫という、そういう線引きの値ではなくて、コントロールしていくために、これを目安とするという値だということを、ちょっと違う、考え方が今までのこの化学物質の時ときと、えー、違うということを、ご承知おきください、えー、今回の大震災によって、まあ、事故が起こったわけですけれども、 えー、暫定基準値というのを3月に作っております去年の3月17日ですねでその後食品安全委員会というのに指紋をかけましたで暫定基準はそういう指紋なしに作,作ることはできるんですけども、まあ、あの正規の基準値というのはそういう、えー、リスクを評価してもらった上で作るということになっておりますのでこういう作業をしてきましたで、えー、リスクを管理する機関と 評価する機関という2つあるわけですけれども、まあ、厚生労働省はリスクを管理する機関であるとでそこから諮問してリスクを評価する機関である内閣府の食品安全委員会が評価するわけですねで科学的な根拠を持ってこちらに帰ってきたやつを、まあ、費用対効果、か国民の感情か技術的な可能性そういったものを考えながらまた政策的なものを少し入ってくるかもしれない。 そういうものを取り上げて、最後の規制値というのを決めてくるということです。で、今回の流れでいきますと、緊急応用するので作って、えー、この ICRP という、えー、国際的な、えー、まあえー、原子…えー、と。 放射性の規制を考える期間の実効線量10ミリシーベルトパーネンというようなことから、まあ、セシウムは5ミリシーベルトパーネンでまあ安全側に立ったものであるという考え方を食料安全委員会の方では示してもらいましたつまり今回暫定基準を作った場合でもかなりあの低い値で作っているということにはなると思います でそれをずっと維持することを決めていったわけですけれどもで最後には10月27日に結果が最終的な結果が返ってきましたでそれが、えー、放射線における影響が見出されているのは生涯における追加ですね要するに先ほど自然放射線という話をしまし そういうものの追加がですね、およそ100ミリシーベルト以上、えー、こういうことで危ないと、それから小児の機会については感受性が成人より高い可能性があるので、えー、まあ気,を気をつけなきゃいけないというようなこと、それで100ミリシーベルト未満の健康,健康影響について言及することは困難。つまりそこは、 わからんという話が返ってきたんです、ね。で、えー、これはですね、まあ、あの、明らかな量、つまり、ある域値みたいなものを超えたときには出てると。じゃ、その以下というのは、ゼロになっているのか、ずっとリニアに落ちていくのか、要するに確率論的に考えなきゃいけないのかというのがま、あんまりデータがないので、わからないということになるわけです。で、まあ、 こ,こでもおよそ100ミリシーベルトというのをどう考えるかですけども、まあ後からもお話があるかもしれませんが、えー、安全と危険の、まあ、境界という意味で使っているというわけではなくてこう目,目安というかそういう健康影響がここから上で出てたたということがあったと、まあ、それ以下はどうなんだという話になるわけですでこれは今回の場合は食品によって追加される分として100ミリを考えると。 外部線量外部被ばくというのは、えー、これに含めてはおりません。そこが特徴です。で、それを受けてですね、基準値を考えるわけですけれども、え暫、ー、定的には、この5ミリシーベルトパー年というものから、今回は1ミリシーベルトという形で規制しましょうと。要するに、生涯100ミリシーベルト。これ 年間に直したらどれぐらいになるのかっていうのはなかなか計算しにくいわけですが人生80年で割るのか100年で割るのか、まあ、そういう話になってしまいますけれども、まあ、そんな単純な話ではないわけですねえー、まあそれあごめんなさいそれでえー、まあ年間1ミリシーベルトっていうのはですね一応この国際規格を考えているコーデックスという 食品の規格を考えている委員会があるんですけれども、まあ、そこが年間1ミリシーベルトを超えないように設定するというのがあると、そういう勧告を出しているということから、えー、これをまあ1ミリということでしたらどうかということなんですね、これはまあ世界的に見ても相当、下の値と、厳しい値になるとは思います。でえー あとこれか。あ、で、食品群、次に考えなきゃいけないのは、その、そういった年間で規制するのを考えなきゃいけないんですけど、ど、どの食品に適用するのかというのがあるわけです。で、基本的に考えてたのは、全部一般食品、同じ値でいきましょうということを考えました。ただですね、この飲料水と乳児用食品、えー、牛乳というのはちょっと、 別に後で考えるという話になっておりますと言いますのは、1、えー、つが、えーっと、まず水の場合があ,あったんですけども、えー、っとそれが0.1ミリシーベルトパーネット、つまりかなり厳しくなっています、これは WHO が推奨しているので、ここにすると、それから、えー、量が多い、摂取量が多いのと、それからそれ以外のものに変えることができないんですね。 ですからそこにやってとで1ミリシーベルトから0.1を引いた残りをこれ割り当てていくわけですけども、えー、摂取量とそれから汚染のお、まあ、度合いというかそれを掛け合わせた形で、えーまあ、どれぐらいの安全度、限界値があるかというのを年齢区分をこのように細かく分けてそれから男女でも区別をしたということになりますと ここの値ですね、13歳から18歳の男の人が、えー、限度値が一番低くなる、んですね。この値に抑えておかないと、えー、年間1ミリシーベルトを超えてしまうとう、すみません、先生、はいいや、大丈夫ですよあの、1歳未満というところがすごく数字が高くなっているのですが、<laughs> この数字はどういう意味なんでしょうか。あここはですすね、あの摂取する… 食品が乳幼児用の,そのミルクが大部分を占めますでそういう意味で、えー、汚染されている割合が非常に変わるのと摂取量がそこでだけであのほとんどを占めてしまいますので、えー、限度値として考えるとそのミルクが汚染されているかける摂取量になるわけですから、えー、たくさんの値があったとしてこれだけの値があって、えー その年間トータルの量を飲んだとしても、1ミリを超えるには、この量まで汚染されてても大丈夫だということ、逆に高くなるんですね。えー、ところがですね、この13歳から18歳の男の人は、えー、米をものすごい食べるんですよ。他の年齢に比べて、また、ここの男女で分かれてますけど、 まあ女の子はあんまり食べなくて男がものすごい食べるんですね中学の高学年から高校生ぐらいがわがわが食べるものですからそれが影響してこう120とだからそこにまあ汚染があったとしたら相当食べちゃうんで低く抑えとかないといけないとそういう話ですでこれをまあ一番最小値というのを取った時にこれになるわけですねでそこからまあ基準値は安全を見て100というふうにするわけですけども もう一つありまして、この値を考えるときには、全部が汚染されてるとは考えてないわけです。つまり、そんなことはありえないわけですけど、じゃあ、何パーセントのものが汚染して流通しているかというのを考えなきゃいけない。で、えっと、普通、ヨーロッパの方では10%って考えています。アメリカは30 汚染が高くなっていると思ってこれを作ったということですね、ここに50%が汚染されていると書いてありますけど、そういう考え方、で暫定規制値からいきますと、えー、これセシウムで決めてあるわけですけれども、えっと他の各種は全然考えないのかという話がよく出るんですけども、も,うもちろん他の各種は全部考えています。で1年経ってこの基準値作ります。から、 えっと、半減期っていうのを、よく聞かれると思いますけども、1年未満の半減期の各種については考慮はし、もう、あの、しないということにしております。で、それ以上の1年を超えるものについては考慮して、それをセシウムに置き換えたときにどうなるかという形で、ま、測りやすいということもありますので、セシウムで規制しようと。そういう話ですね。で、ストロンチウムやプルトニウムなんかもそういうのの中に含めてあるわけです。 で、えー、飲料水はこれで10ベクレルと、で先ほど0.1ミリシーベルトって言いましたけど、それは今度、あの、ベクレルの方に、つまり放射能として出す方の規制をしないといけないんで、そちらに変えると10ベクレルパーキログラムということになります。で、すべて一般食品で先ほど100っていうふうにしましたけれども、まあ,あ特別に小児がたくさん飲む牛乳とかですね、それからあ乳児用食品と言われている。 子供の食べ物1歳未満が食べるものという形で考えるそれは半分にすると半分にするということは100%汚染されていると考えて規制をしているということになりますでそういう値で、まあ、最大限汚染されたものを食べたらどうなるのかというのを、まあ、年齢ごとにずっとこう分けてこれは男女も分けて年間のものを見てみましたと。 そうするとですね、やはりこの年齢の男子が一番高くて0.78ミリシーベルト最大限汚染されているものになっても年間1ミリは超えないという形になると。で、まあ、あの1歳未満の乳児についてはもちろんこの値で0.3を超えないぐらいの値になったということが言えると思います。で えーまあ、食品からの摂取量の推計ということで、これはですね、えっと、摂取量調査、要するにどういう食べ方をするかというのを、食品ごとにこういろいろあるわけですね、それとか、えー、加減っといってあの、ある食事を作ってみるとで、そういうのの平均の摂取の仕方から計算された値になります、でそれがモニタリングのデータを利用して、えー、実際に、 その値を計算してみるということになりますと100ベクレル以下,ルル以下のだけども値が出ているものをずっと食べ続けたということになると中央値として利用したら0.04こんなものなんですねそれから90%ある値っていってあのもっと高いあの限,限度ギリギリ100に近いところばっかりを取っていったということにすると えー、それでもこれの倍いかないぐらい、まあ、多くても0.1ミリシーベルトまでに、えー、抑えられているだろうというふうな推計値が先ほど50%汚染ということで、えー、計算したものだったと思うんですがさ先ほど質問にあったように、えー、実際にどれぐらいの、えー、汚染されたものが出荷されているのかというのが疑問に上がっていました。えー、実際の数 実際にどのぐらい汚染されているのか、その現状を調べてみたところ、えーえー、このぐらいの値になったということで、よろしいですか、えーえー、実際にですねって、実、あ、際、のー、こ,この値というのはけ、検査で出てきた値ですね、でもう一個の方こっち、これですか、これね。はい これは理論値。これは理論値だからこっちです。で、えー、ここで8月1日から11月16日に、まあ、公表された食品中の放射性物質のモニタリングデータ。要するに、えー、基準値を500を超えているやつについてはもうあの関係ないと。これは流通しないというふうな考え方です。それ500未満から100。 うーじゃないでの間で値が出ているやつこれをずっと見ていってそれの値の中央の値を使うっていうのがこっち側で値が出てる中の9割のところを使ってる要するに高い側を使ったのがこれとそういうやり方をしていますだから50%っていうのはその基準値を作るときの話でこの実際のモニタリングの話とはちょっと違っている。 ますけども、えっと、何割が汚染されているかはちょっと、えー、測ったものの何割かは、えっと、ある食品によっては、えー、10%から20%ぐらいのやつがあったかもしれませんけども、えー、そんなに高い値で違反が見つかってたというふうには記憶しておりません今、ちょっと通知のデータ手元に持っていませんのではっきりしたお答えはできませんけども、えー、先ほどの50%っていった ものなんかの率ではとてもないということは言えてると思います、はい、ちょっと早口でしたけども以上でお話を終わりたいと思いますが、はい、先生お話ありがとうございました、えー、放射性物質に関してはリスクゼロということが存在しないその中でどのように基準を決めるのかというとどこまでリスクを許容するのか その範囲を、えー、それをどこに置くのかというのを決めてそして基準値を決めていくという話をいただきました、えー、実際にそれをどこまで見積もるのかという数値のところでは、えー、難しいところもあったかと思いますがもし、えー、確認したい点がありましたら12点受けたいと思います何かありましたらお願いします真ん中の方 えー、あのすみませんあの、いろいろありがとうございます、えー、と検査の仕方方法というのはど全数検査なんでしょうか、それとも抜き取り検査という具体的なやるあの統計基準をどういうふうにしているのかというのをその点につきましてはです、ね、厚生労働省の方からお答えする方がいいと思うんで、あの後からの方がいいですか、それとも。 今お答えした方がいいですかか検査についてはあのー、次にはお話がありますから、いいその時に、はい、聞いていてただければとっ、えー、と最後の今の、えー、とスライドなんですけれども、はい、えとこれが非常にそのマーケットバスケット調査というのは非常に分かりにくいかと思うんです、要するにまあ先ほども汚染の割合というのがあったと思うんですが、で検査の,その手間というか、を考えたときには、 えー、いわゆるその普通の食事の影山をやった方が実態に近いのではないかと思うんですがそのあたりに関して一応いった旦あるようです、それで、まあ、あの広く市場に流通しているものを購入しながらです、ね、参考の、えーまあ、値を出すというのはマーケットバスケットの方が、えー、サンプリングはしやすいんですね。 だけど、まあ、ある地域に限定して食べているものをどうなのかっていうことを考える例えば福島の人がどれぐらい汚染したものを食べちゃったのかっていうのを考えるときには影前ぜんというのが割と有効になるんじゃないかと、だからどっちも、えーまあ、ど場合によって使い分けないとまずいかなという気はしております、はい、そうすると,、えー、と出荷されたものを調べるのがマーケットバスケット調査。 そして実際に食べているものを検査するのが食前検査、はいは影前期検査になります、はい、では時間、えー、もありますので、えー、次に移りたいと思います、えー、山本さんお話ありがとうございましたではですね、先ほどからもあの検査についての、えー、お話を聞きたいというご意見がありますが、えー 検査を検査体制を築かれた、えー、西野さんにお話を伺いたいと思います。えっとそれではですね、えっと続きまして食品中の放射性物質対策についてということで、えー、まああの実際にですねどのような検査をしているのか、まあ特に過去1年間どういうふうなことをやってきたのかということと、それから新基準が、えー、4月1日から施行されるわけですけれども、お新基準があ施行されることによって検査がどのように変わっていくかと。 いうことについてですね、えー、ご説明をしたいと思います。で、えー、まあこれはこれまでの対応ということなわけですけれども、まあ先ほどお話し,しましたけれども、3月の昨年の3月17日にですね、えー、食塩制法に基づくそのお食品の中の放射性物質に関する暫定規則というのを定めています。で、えー、まあ,あ食塩制法の検査というのは地方自治体において、えー、検査というのは実際に実施がされます。 で、えー、それスタートしたのがまあ翌日ということなんですけれどもまあこれまでにですねじゃあどれぐらいのものが検査されたのかと言いますとおっとっとっと、えー、言いますとですね、えー、まあ3月の16日、えー、と先週時点ですね先週末の時点で12万6,821件の検査がされています。で、えー、暫定規制値を超過した例というのは1,183件というような数字になっています。まあ えと昨年6月ぐらいまではですねの放射性要素の基準に引っかかるものが多かったですけれどもそれ以降はですねほとんどがまあ放射性セシウムの方のまあ問題それは半減期の問題で、えー、放射性要素については、まあ、あ半減期が8日間ということですので、えー、基本的に今の状況というのは えー、まあ,あ放出されたあセシウム放射性セシウムの,その硬化したものとそれが再分布した状態というのをですねどういうふうに捕まえていくかということになるわけです。で、えー、実際に暫定規制値が超えたもの食品ですね仮にそれは流通してしまっているものであればですね回収であるとかっていうこともしなければいけないしそれから出荷前のものについては、まあ、廃棄をしてもらうというようなことになります。 でえー、とここまでは、まあ、あの基本的に食品衛生法のスキームなわけですけれどもただ食品衛生法っていうのは平時の基準ですので平時っていうのは通常時の基準ということですので、えーまあ、基準違反のものについては、まあ、ちょっと言葉は難しいですけその当該ロットですねその食品に関しては、まあ、あ処分はできるんですけれども。 言ってみれば、まあ、隣の畑で採れたものまではです、ね、処分はできないです逆にそんなことは平時にやってたら、えー、やるということはもちろんできないわけですけれども今回の場合はその原子力災害ということで,です、ねえー、原子力災害対策特別措置法という法律の枠組みを使って、えーまあ、食品の出荷制限ということをやっていますこれはあの報道等でも皆さんご承知だと思いますけれども、えー、暫定規制値を超えたあです、ね、地点の広がりと。 まあ、要はあ端的に言うとですね、えー、複数の市町村から同一の農、ね、産物で規制値が超えたものがあった場合にはですね、えー、この出荷制限を行うというような、うん、対応をとっています。で逆にですね、えーえー、一定の、まあ、あ検査をやってですね、えーまあ、汚染がある程度低くなったと、えー、規制値を超えないということが分かれば逆に解除をするというような仕組みにしています。でえー と出荷制限の対象になった食主な食品ということですけれどもでちょっと誤解があるとちょっともあれな申し訳ないのでお話をしますとその原乳とかあほうれん草とか,かきなとかこの辺はですね、えー、と当初事故当初のお性問題になったものでしてでこれはまあ主に先ほど申し上げたように放射性要素が問題になったものです。 でこういったもの汚染って今基本的にはほとんどもうないわけなんですけれども、えー、要はその出荷制限のお解除のための検査というのがですね行える地域とそれから行えない地域特に福島なんかの場合はですね、まあ、その警戒区域内とかそういったところは農業は再開してないので測定もできないということで、えー、こういうふうに形式的には残っていますけれどもお実際にはですね、えー、今あもちろん出荷制限が解除されて流通しているものに関して、えー こういったその心配というのはないということですので、えー、そこはちょっとお含みをお聞きだければと思います。で他にまに福島県以外にもですね茨城いい栃木千葉神奈川群馬宮城岩手と、まあ、その中にはですねえー、としいだとかあそれから肉だとかお茶だとか、まあ、いろあのそういったあ,ある程度こう似返ったような食品があ最近はあの、まあえー、基準値を超えるようなものというのは出てきているわけですけれども。 まあしたがってこうしてこう福島県とそれから茨城以下見ていただくと少しやっぱり状況が違うということは分かりいただけるんじゃないかと思います。でそれから放射中食品中の放射性物質の検査についてということですけれどもで、えーとまあ、現在のです、ね、検査の仕組みというのは原子力災害対策本部においてです、ね、その検査の計画のガイドラインというのを作っています。 でそれの概要なんですけれども対象自治体というのはこれは、えー、と福島県宮城県と、まあねえー、今までに出荷制限がかかったことがある指示が出たことのある自治体と、えー、それからそれプラスですね、それに隣接している自治体ということで、えー、こういったあ県、えー、都県についてはですね、必ず検査計画を作って、えー、検査をしてくださいということをお願いしています。 品目については暫定規制値を超えたものそれから摂取量多いものそれからまあ解除後の品目とというようなことになるわけです。でもちろんその地域地域によって事情も違うので生産状況による主要な農産物というものも含めています。それから、えー、特に都市部ではですねやっぱり流通食品の検査ということも産地だけではなくですね都市部での流通食品の検査というのもお願いしているわけです。でえー、対象区域については、えーまあ、ここはちょっと…えーと 今後と違うところなんですけれども、おある県,だら県であれば県のこう区,域、えー、区域に分けて、で、複数市町村で検査をしてくださいと。まあ、あ簡単に言うとですね、例えば区域というのは、えー、例えば JA 単位だとかですね、JA というのは複数の市町村単位でだいたい構成されているので、えー、そういったところでそれぞれのそのお主要農産物についてですね、検査をしていただくと。で、検査の頻度としては週1回程度。 でまあ、出荷時期がまあ限定されてるも周年出荷されてないようなものについてはです、ね、出荷前の3日以降、まあ、出荷直前に検査をしてくださいとでそれからその他の食品、まあ、限定されてない食品については定期的に検査をしてくださいということにしていますで、まあ、検出状況を見て強化をしていくというような仕組みになっていますで実際の検査のやり方なんですけれどもえー とまあと、ゲルマニウム半導体検出器を用いたこういう各種分析、まあ、これは精密検査という感じなんですけどもでそれからもう一つは、えー、NAI シンチュレーションスペクトロメーターとを利用したスクリーニング検査ということで、ね、ゲルマニウム半導体検出器自体は非常に、まあ、あの価格の問題もあるんですけど供給の問題なんかもあったのでなかなかその整備にです、ね、時間がかかったり設備投資が必要だったりということがあります。 えー、でもちろん正確には測れるわけなんですね。でところが一方で NI シンチュレーションスペクトロメーターという方はですね、えー、これ感度が高いので、えー、割と測定時間は短くて済むんですけれどもその各種をきちっと分けて測るっていうことはちょっと苦手な機械なんですね。でそういったことでこういったものを活用してスクリーニング検査もやりましょうというようなことで進めています。で実際の検査自体はですねこういったあの残留の薬の検査なんかとは比べて割と前処理は。 簡単なんですけれども、まあ、細かくしてですねだるだけ均一な状態にして、ね、測定をしていくというようなことになりますで。測定原理としては結局その食品の中からですね β、えー、線が出てくる頻度をですね、えー、そのエネルギーによって分けてカウントしていきましょうというようなものです。 でえーとまあ、従来、厚生労働省ではです、ねえー、実はその25年前のチェルノブイリのです、ね、原子力発電所の事故以降です、ね、検疫所でもまあ検査体制があるということがございますので、まあ、輸入食品のよりも今はです、ね、国内の食品についても各県のです、ねえー、依頼によってその検体を受け入れるという,ようなこともやっていますそれから先ほど申し上げたようなスクリーニング検査の導入、えー、それからまあ買い上げ検査なんかも進めています。 でそれからまあ関係省庁を含めて機器の整備に対する財政的な支援という,ようなことをやっています。で,、えー、とで出荷制限の仕組みなんですけども先ほど申し上げたように食塩製法ではまあ当該ロットのお処分しかできないということで地域的な広がりがあれば、えー、出荷制限をしていくと。もちろんその一つ一つの食品を検査全,全量検査という方法もあります。お あるわけけですれれども、これは結局それも一つ一つやっていくというのも一つの方法かもしれませんけれども現在とっている方法というのは、えー、こういったまあモニタリング検査をやってでやはりそのもう一つ一つ検査をしないでそのか、まあ、汚染の広がりがあるというところについてはです、ね、その地域からの出荷を制限してしまうという手法をとっているわけです。 でえーとまあ、設定条件というのは今申し上げたような、えー、地域的な広がりということを考えてやっています。で原則まあ県域を単位としてるんですけれども管理が可能であればですね,あればですね市町村単位であるとか地域の単位であるかということも認めています。で解除につきましてはこう一定の要件を設けてですね、えー、汚染が見られなくなれば解除というような仕組みです。 でえー、とで結果についてはですねこれご承知の方も多いかもしれませんけれども各自治体に実施された検査結果については毎日厚生労働省のホームページで、えー、に公表しています。で、えーまあ、こういったようなあですね、えー、と、まあ、なるだけ分かりやすくということでですね、えー、情報を提供しているところです。で実際にまあこの過去ですね、えー、と去年の12月までのデータですけれども見ていただくとやはり3月4月が非常に高くて。 その後や一般野菜なんかはもうほとんど、えー、福島県福島県以外も出ていないですね。で、えー、まあ安出鳥獣熱っていうのは秋ごろから検査が始まったっていうのは要するにが始まったとということもあってて、えー、数字が出ていますあと水産物に関しては、えー、まあこれさ測ってる魚も違うんで一概にこう比べられないんですけれどもおやはり継続して数字が出ているということになります。まあ、キノコについてもですね これ当初はまあシイタケの発生期ですね。で後半は、えー、野生のキノコも含めたデータになってきています。でそれからえっ、ー、と牛肉については例の例はそのお汚染稲藁の問題があって、まあ実際には多分あのこの頃に、えー、まあ出たものがあ6月7月の検査でですね、えー、分かってきたっていうようなことですね。ね。 あと、まあ、根菜だとか果実手実豆だとかっていうのは、まあ、全体にはあ低くなってきていますでお茶に関してはですねこれはそのお実際に収穫されてるのは56月ですの C56 ですのでそれはその後その荒茶なり成茶にされたものの検査がこの後で行われてこういったデータになっていますでおくについては、まあ、1年1作ですので、えー、秋の時点で、まあ、数字が出ています それからあと米以外についてもですね一部小麦だとかそういったものがここ入るわけですけれども収穫期の時のデータとして出ていますで匂や乳製品についてはやはり当初高くてでその後は結局その地域地域である程度こうまあ影響のあった飼料がどの程度まあ給与されているかということで出てきているものですただまあ飼料の方についてもその規制がかかっているという状況にあります すみません一番あの、先ほどのページに戻っていただきたいのですが、はいえー、上の軸がパーベクレルパーキログラムとなっていますが、はいはい、これは何,の何を表しているんでしょうか。はいえー、とこのベクレルというのはです、ねえーと、1秒間に、えー、ガンマ線がです、ね、出てくる頻度で、それは食品1キログラムあたりで、えー、ど,どの程度あったかということをです、ね、えー、セシウム百134と137の合計値で見ているという。 これはどんな食品を調べて、例えば、えーと、キャベツを調べたら、そのキャベツのうちのどれぐらいかという値ではなく、この値は何を調べて800ベクレルという値を出したのでしょうか、ちょっともう一度お願いします。はいでえーまあ、先ほど、最初の方にあったです、ね、ああいった機器で一つ一つのものは検査します。でこれはその各月のですね えーまあ、検査結果の平均値というふうになっているわけです、それで、まあ、推移を見ているということなんですけれども。いろんな食品の、えー、とキャベツをたくさん調べていったときに、うん、その検査の結果の平均値がこの値うグラフとしてはそうです、ただ一つ一つの検査結果を見て、もちろん判断していくわけですから。 あの判断は一つ一つつのデータこれは皆さんにですね推移が分かっていただけるということでその月々のデータを平均値にしてグラフにしたというものです。で新基準値になった、まあ、これは先ほどご説明あったので飛ばしますとでまずその政府の原子力災害対策本部の方で作っているガードラインが、まあ、どういうふうに変わったかということなんですけれども。 まあ、あの次のところ次のスライドで、えー、簡単にご説明しますけど、まあ、大体6つぐらいありますポイントがですねそのうちの、まあ、3つが、まあ、実際の検査の中身でして、えー、対象自治体を、まあ、2つのグループに分けていますそれから対象食品とその分類についてですね、えーまあ、以前はその暫定規制値を超えたものみたいな感じでだったんですけどももう少しですね、えー、品目についてグルーピングをして 検査をしようというふうにしています。それから検体数とか頻度についても具体的に定めていこうというようなことで対応しています。まあ4以下に関しては例えば各県でですね市半期ごとに検査計画を作ったら公表して国に報告してください。今までも公表はあの報告はしてもらってたんですけれども公表してくださいとまあ、いうようなことなんかも追加しています。でまあこうして見ますとですね、えー、とまあ 基準値が百超え、百というふうになりますので。その百を超えたもの、これは規制値を超えたものという、まあ、考え方ですけれども。それから、その手前のもののグループと。で、それぞれについてですね。えー、過去の検査結果、をですね、えー。踏まえて、例えば五十ベクレル超えている市町村については。たくさん検査をしてください。というような、こういう考え方でやっています。それから、もちろん、その主要は、主要産地は外さないでくださいと。で、その他のものについては、ああ、その,他の市町村については、まあ。 あ、収穫があるところについてもですね検査をしてくださいという考え方ですで、自治体についてはこれは2回以上過去に出荷制限がかかった指示があった自治体で、こちらは、えー、1回かかった自治体とそれから隣接の自治体ですねだから17自治体の全体と全体像は変わらないんですけどこれ2つに分けてやはりはこちらの方の検査は重点化していこうという考え方です でそれから個別食品ではですね乳と牛肉っていうのはこれ先ほど申し上げたように使用管理汚染された餌を与えないということが大事なので、えーまあ、継続的にチェックをしていきましょうということでですね、えー、乳については農家から乳を集めてくるところクーラーステーション、まあ、そこの濃度の状態というのがちょうど皆さんの手元に行くですね、えー、牛乳となほぼ同じ状態になりますので、えー、そこで検査をすると。 で牛肉についてはですねもちろん今4県では出荷制限がかかっているので、えー、前頭検査なり全国検査なりということをやってますけれども、えー、まあそういったことが行われていないところに関しても農家ごとににヶ月に1回程度検査ししていきましたで内水免許もまあ基本的には同じような考え方なんですけれども、えー、これはまあ県によってかなりいいですね、えー、差がありますので、えー、それぞれの県の事情に合わせてということがあります。 で海産業については、えー、福島県と茨城県の北部というのがかなり影響を受けているということがありますので隣接しているところそれからさらにもう一つうですね、えー、一つ離れたところというんですか、ね、こういった、まあ、一応、類別にしていまして、えー、検査をやってくださいということにしています。 真んん中辺に住んでる魚、海面近くに住んでる魚とかそういうのも分けてやるというような考え方をとっていますでこれは品目ごとでですね各品目に合わせて先ほどあ総論的なものですけれども各品目のやはり特徴に合わせてということで検査をすることにしていますで、えー、と野菜果実等についてはです、ね、特に野菜なんかはもうかなり影響がなくなってきていると,もう、えー、と去年の特に7月ぐらいまでなんですね野菜の汚染が見られたら。 その後って野菜っいうのは普通植え替えをしたりしているのとそれから移行係数が非常に低いっていうこともありますのでそういった意味でそのれからまあ乳は先ほど申し上げた通りで,で茶に関してはこう茶器っていうのがあるんですね茶器ごとにまあ検査をしていくというような考え方で水産物については内水面沿岸沖合とこうまあ,あ分けてですねそれぞれえー とその特徴に合わせた検査というのを整理しています。沿岸については表層中層低層ト、海藻というようなこと、それから沖合については海流の状況を見て、えー、千葉から青森県の各県沖で、えー、まあ漁場形態にあの水揚げ港ですね、水揚げ港で検査をしていくというような考え方です。小麦はまあ日本の場合生産量そんなに多くないので全ロット検査をやると。で米についてはですね、これちょっと次でお話した方がいいんでいきますと。 稲の作付け制限ということで2月の終わりに農林水産省が方針出していますで福島県と宮城県が、まあ、その方針に対してこうしたいというふうに言っているのがこの内容になります。で、えー、基本的に農林水産省の方針というのは昨年500ベクレル以上超えの地域とそれから100から500の地域それからそれ以外とでさらにその作付けしなかったところがあるんですね。 そういうふうな分け方をしてですねそれぞれまあ500ベクレルを超えるところについては基本的に作付け制限をしてほしいとそれから100から500のところについてもですね作付制限が基本ですけれどもその要はその管理計画を作ることによって作付けを可能にしてはどうかと。で管理計画ってのはどう,かどういうものかというと作付け前にですね、まあ、カリウムをたくさん与えるだとか深くあの起こしてですね えーまあ、汚染を希釈するとかですねそういうようなことができればですね作付けしていいんじゃないかとで、えー、収穫時に、まあ、全袋検査すると、まあ、そういうようなことをの管理計画をセットでですね、えー、対応するのであれば作、えー、付け可能としましょうというのが、まあ、農林水産省の、まあ、考え方だったわけです。 で今福島と宮城の方からは、まあ、こういうような回答が出ていてまあ概ね沿ったあっ対応が出てきてますこれ最終的な方針が決まるのは4月の上旬ということになる予定です。えー、と以上で私の方からの説明終わりますけれども先ほどですねちょっとお話が出ていた摂取量調査のところですねで実際に厚生労働省の方でマーケットバスケット方式のおですね、えー、摂取量の調査っていうのをやっています。 でえー、っとこれがこう事故前ですね平成20年でこの黄色のところっていうのはこれカリウム40のです、ね、値ですで、えー、っとセシウムに由来する、えー、まあ線量っていうのは、えー、宮城であれば宮城福島で、えーまあ、測定しそれから東京ですね3か所で測定してますけれども大体いい20マイクロシーベルトぐらいですマイクロですねからね、えー、っとミリじゃないですかマイクロのんです東京についてはその10分の1ぐらい っていうのがえ去年の秋にですね、えー、マーケットバスケット方式の調査で測定した結果です。えっ、ー、と私の方で、えー、用意させていただいた、えー、情報は以上であります。はい、ありがとうございました。えー、食品の検査体制が、えー、食品の種類や、えー、そして地域によってきめ細かく、えー、決められているということがご紹介いただきました。えー、逆にそれが複雑で、えー、少し分かりにくい。 なってしまっている部分はあったかと思いますがもし何か、えー、確認したい部分がございましたら、えー、お話質問いただけたらと思いますではですね、えー、今新規生地と新規生地の決められ方そしてその新規生地の下でどのような検査体制がし、えー、し施行されていくのかご提供いただきましたがここまで、えー、4月から改正される ものについて、えー、ご意見などありましたらい、えー、いただけないでしょうか <laughs> 皆さんの、えー、不安、持っていた不安というものが、えー、今の紹介、新規政地によって解消されるのでしょうか、何か意見ございましたらお願いいします <laughs> はい、お願いします。 牛の方だけその全数検査っていうか、たくさんチェックしてるっていうのは、改善されるんでしょうか、国の方でですね、全、えー、頭検査が必要だというふうに考えているのは、出荷制限がかかった福島県、宮城県、それから栃木県、でそれから岩手県、この4県の中でも、えーまあ、基本的にその使用管理に問題があった農家。 というものについては全頭検査をやってくださいということで、去年の8月に、7月に出荷制限をかけたわけですけれども、8月にそれで解除をしたわけです。でその条件に従って検査をして出荷するということが基本的に認められています。全頭検査対象以外の農家については、3ヶ月ごとにです、ね、出荷される牛の検査をしていくということで、使用管理というのは評価できるでしょうと。 でもちろんその間に福島県だとかその都外県のですね県職員が農家を回ってそういった使用管理の指導もしているわけです。でただ実際にはですねそのむしろ今度はバイヤーっていいますか流通の業界の方からですねそのやはり他かの全土、まあ、検査が求められている牛肉以外についても えー、検査データを持ってこいっていうような要請もかなり強いっていうこともあってですねこれ4件だけじゃなくてかなり日本のですね国内のその食肉卸売市場の多くでですね、えー、検査をせざるを得ないと実際にその,あ,の、まあ500ベクレルをですね超えるようなものってのないわけですけれどもそういう要求があってですね検査をされてもらいます。 簡易スクリーニング検査をやっている対象の大体9割ぐらいはですねこれは牛肉なんですねで。検査の占める割合から言うと、えーまあ、ほぼ毎日の報告される検査結果の半分ぐらいがですね牛肉の検査結果ということになっています。 でただ今回こういったガイドラインの改正をしましたので、まあ、それに応じてちょっとどのような検査体制を取ってくるかというのはまた今、ちょうど自治体の各自治体の方で検討されているところだと思いますのでただ、やはりその流通サイド化の要求って非常に厳しく強くてですね、えー、しばらくやっぱり牛肉の検査があ詳細にやられるという状況は続くのではないかなというふうに考えています。 はい、ありがとうございます。えー、今、ご意見いただいたように、えー、ある食物だけに検査が偏るということは一つ不安な要素はあるのではないかと思いますが、えー、また何かお願いします。えあの偏るということで先ほどもお話ありましたお米の方の。 非常にその初歩的な質問なんですけれどもあの、お米を測るタイミングといいますかです、ね、それ玄米で測るのか、それとも精米して、ところので測って出荷されているのかっては、ちょっとわれわれ、ちょっとわからないところがあ、食塩性法の検査なので、基本的にはまあなるだけ食べる状態に近い形で検査をするわけですけれども。 まあ米の場合には玄米でも玄米で基本的に流通するんですね。精米しちゃうともう、まあ、生鮮食品として劣化が早くなるんでですね、えー、っそういう,そう,いうまあ実際のおー、まあ、要はニー,ズニーズとして食,食,、まあ、食生活の実態として玄米もあるし白米もあるとそれから流通自体は基本的に玄米が基本ですので玄米で検査しています。で、えー、っと食品に関してはあの,の検査の場合ですね例えばその 野菜なんかでも泥を落として、ある程度そういう食べる状態に近い状態で検査をしています、これはあの残留の薬の検査なんかでもそうなんですけれども、まあ、基本的に今回のこういった食品の検査については、そういう残留の薬の検査、あの前処理ですね、前処理の手法を基本としながらやっています。先輩ちょっと東大の方でお話 伺った時に、えー、とに実際にそのお米の場合でんぷんの中にセシウムってほんのわずかしか入ってこないというお話があったんですがそれはどの程度の話なのかというのはちょっとあの聞いてなかったので <laughs> 分からなかったんですがあの他のその、まあ、先ほどおっしゃったようにお米って非常に収縮なもので、えー、13歳から。 18歳ぐらいまでですかたくさん食べるというお話があったのでそういう意味ではその摂取量が多いということからすると、えー、そのどの程度こう入っていくのかそれとも他のでんぷん例えばじゃがいもとかいうもの、まあ、ちょっと違うんですけども、えー、ものと比較してそのセシウムの混入量入り込む量というのはそのどの程度の可能性なのかというのをちょっとお聞きしたい。 はい、今ちょっと正確な数値持ち合わせてないんですけれども、ま、例えば昨年の後半にですね、えー、っと暫定規制値を超える米っていうのが発見されたっていうことがかなりニュースにもなりましたけれどもでその際に、えー、じゃあそれを精米して白米にして測ったらいくらでしたっていうデータを比べるとですねその基準値を規制値を超えてたものがその規制値をずっと下回るっていうようなケースもありましたのでそういう意味ではかなりこう精米することによって減る いうか白米部分に、えー、よりもですねもと当然玄米あの精米する時に削る部分っていうのはそんなに、えー、半分にもなるわけじゃないんでそういう意味から言うとやはり分布自体はその白米になった状態よりも玄米の外側の部分削られる部分にかなり分布しているということだと思います。 こちらの不勉強だったんだと思うんですけど、今出ているデータを見るとです、ね、要するにカリウムであろうがセシウムであろうがベータ線は同じような影響を与えるんだと思うんですけれども、そ,そういう状態から見ると、まあ、このデータをッと見ると何も心配することないですよねという感じだと思うんですねで、あのー。変に心配することの方がむしろ ななんかか健康に悪いい影響与えそそうなというと感じがしましまたそれからもう一つ、先ほどその牛肉にフォーカスしすぎているという、あれはどうかという、私はむしろ逆で、その前にまた出していただいたデータが牛肉がすごい高かったですよね、であの乳製品なんかも極端に低くて、同じように扱う方がむしろおかしくて、えー、当然危ないやつだけ見ればいいんじゃないかなという,ふうに思います。うん で実はですね、えーっとまあ、去年の1年間のデータも踏まえて、まあ、今年度の検査計画のガイドラインを出したわけですけれどもやはりその実は去年の最初っていうのはもちろん、あのー、よ要素で、えー、先ほど申し上げたように放射性要素のデータが非常に高いというのと上から降ってきたものを基本的には追っかけてた。 っていうこともあって、でそれとまあある程度汚染が分かったものが周辺地域で検査されていくっていう形だったもんですからまあ系統的なサンプリングっていうのはちゃんとできてないっていうこともありますし環境の中でのセシウムの再分布の問題もあるでしょうから、まあ、2年目なんですけれどもやはり2年をもう少し慎重にですねそのできるだけ広く検査をしてちゃんとしたデータを取ってですね、まあ、今後の,その 放射性物質の検査をどうしていくかということがきちんとこう判断できるようなデータもやっぱり押さえていきたいということもあってこんな考え方をとっているわけです。じゃつまりどののの食品にに集中してていいいくべきなのかといううも一緒に検討されているそうですねですからまあ先ほど申し上げたようにそういう食品の生産の特性であるとかそれからまあ過去にチェルブイの事故なんかでどういう食品にからですね事故後セシウムが出てきたかということもある程度分かっていて。 でそういったもとやかぶっているところもあるしそれからまあ日本でしか作っていないものとか農業形態が違ったりして、えー、少しあの必ずしもチェルブームのデータとが参考になる場合ならない場合というのがありますのでやはり日本のデータというのはしっかりとっていく必要があるんだと思います。はい、いいありりがとと、うごござまました。えー、また質問、えー、ご意見ですね。えー、より深くく考えていくと あれこなどうなっているのかなと思うところがあるかと思いますが、えー、申し訳ございませんがディスカッションの際にですねご意見いただけたらと思います、えー、道野さんありがとうございました<手>では最後に、えー、海さんからお話しいただこうと思います、えー、海さんからは、えー、リスクの管理という観点から、えー、ご提案いただこうと思います どうも紹介いいたただきまました、はい、でございます、えーまあ、15分ほどですけれども、この、まあ、福島の事故以後、こういう食品の安全問題をどんなふうに考えていけばいいのか、特に食品の問題をどんなふうに考えていけばいいのかということで、まあ、私自身のまあ考え方を少しお話をさせていただきたいと思います。まあ、タイトルはこういうリスクコントロールを目指せという、ちょっと聞き慣れないかもしれませんけども、まあ、こういう言葉を使いました。で、まあ、今あ、皆さんが思っている問題、こういう食品の汚染から、あ 持っている問題というときに、まあ、要するに不安なわけですけれども、その不安の原因でまあいろんなところにあるわけですが、一つはその食べ続けたら、まあ、そういう食品に含まれている放射性物質を食べたら、どんなことが、どんな影響が起きるんだろうかで、その事実、科学的な事実はどんなことまで確認されているんだろうかということは、もちろん大きな関心事だろうと思います、まあ、こういった問題で、そういったものをまあリスクというふうにいろんな専門家が言ってるわけですけどリスクとは何なんだろうかということに対するこう疑問もおそらくあるんではないかと思います。 で、こういった問題、さらにこういう国がまあ基準を作る、まあ今までは暫定規制値、今回 4, 4月からは、まあやる、貯金規格基準ということで、まあこれから長く続く、続く基準となるわけですけれども、じゃあこういう基準でもって、どこまでリスクコントロールできるんだろうかと、まあ、先ほど、あの、最初の質問の方が、 今度の新しい規制値でどのくらいリスクが低減化されるんでしょうかということをご質問がありました。非常に大事なあのご質問だと思うんですね。まあ、そういう意味でこういう職員基準、職員のおがどこまでコントロールされているんだろうかで。これが新しい基準によってまたどういうふうに変わっていくんだろうかと。 いうことは非常に大きな関心事であろうと思いますこの辺の問題について少し考えてみたいと思いますまずこの事実リスクとは何かっていうのはなかなか、まあ、簡単にすぐ話一言で話すことは難しいわけですけどちょっと一つの事例でお話をしますと、まあ、今どんなことは分かってるかということになるわけですけども、まあ、先ほどあの一番最初のエンジャーの先生からも100ミリという話が出てまいりました、まあ、実は100ミリっていうのはまあ非常にもう一人歩きしてしまって非常に残念なんですけども 100ミリというのは、ま、大体、アラウンドっていう、まあ、英語でアラウンド、まあ、大い,い100ミリというのが国際的に使われているんですけど、これはあくまでも原爆のような非常にい回に、一回に100ミリを爆被爆をすると、少しずつ被爆をするケースではありません。科学的事実としてはですね。生がゆっくり被、少しずつ受けていって100ミリというものは、科学的なデータとしてはありません。実際には。 でそういうデータはありませんので、えー、ただそうするとそういうものとどう違うんだろうかっていうのはもうずっと研究がされてきまして、まあ、まだまだそこがまだ完全には解決していないんですけれどももちろんいろんなデータも出てきているんですけれどもで今これ原爆データなどから推定されるも、まあ、例えば10歳で100ミリを被爆をするとしたらまあ通常私たちまあこういう生活習慣病の今時代になってきましたから、まあ、がんも一つの生活習慣病の一つですので、まあ、こういうふうに60歳を超えると。 こういう確率で、私たちどっかで癌になっていくんですけども、そうするともし100ミリを被爆すると、この上に被爆群被爆してない人に比べて、こう,う上乗せする形でリスクは増えると。あくまでも計算値です、これは。原爆データなどから推定される計算値ですね。一回に被爆したという、非常に、えー、あの、 え、場外にじゃなくて一回に被爆したという非常に。まあ、リスクをオーバーにあの推定するような過程になっているわけですけど、まあこういうものであってもこういうリスクをもちろん減らしていきたいわけですよね。リスクというのはできれば避けたいという風うに思うのがあれですので、国際的にもですから、そういうリスクをいかに下げるべきなのかという考え方に立っているわけです。 そうすると、まあ、今回、新しい、まあ、厚労省があ新基準値を出したわけです、そうすると一番素朴に思う疑問は、新しい基準値ってどんなものなの、どういう意味なものなの、今までの基準値は何だったのということになります、よくあるのが、今までの基準値が安全ですよって説明された方が、え、新しい基準値が下がっちゃうと、今までの基準値は危なかったのかと、どうしてくれるんだと、まあ、そういう方もいらっしゃる、逆に新しい基準値になってもこれじゃまだ低くないよと、もっとゼロにしなきゃいけないよと、まあ、厳しくしろと。 まあ、両極端なご意見があるわけです。じゃあ、どう考えればいいんだろうかと。これは私の解釈ですけども、放射線の世界はリスクで管理をしているわけです。つまり、まあ、最初のあの、先生の演者ありましたけども、安全か危険かという考え方を捨てたわけです。じゃあ、安全とは何かで今日一番,一番大、一番大きな質問になりましたよね。これ皆さん今日考えてほしいわけですけど、安全とは何かっていうのは危険ではないということでは、 ないんですね。それはもう皆さん一番わかるわけですけど。じゃあ逆に言えばリスクとは何ぞかということとい、安全とは何かということはリスクとは何ぞか、なんだ、何かというのと同じクエスチョ,ョンなんですね。逆に言うと。そういう意味では、 事故今までは確かに1年,あの1年間、この暫定規制でやりました。まあ,ある意味で緊急時、まあ、事故がまあ長く続きましたですね。えー、一応12月ぐらいにまだんだんオ温停止状態、オ、まあ、温停止という政府の発表も随分抵抗がありましたけど、あれ事故が終わったという意味ではないんですけど、まあ、ある程度オ温停止にコントロールできるようになったという意味合いだったわけですけど、そういう意味でまあ環境汚染がこれからもう増えるんじゃなくて収束していく。 そういう方向に入ったというふうに考えていいだろうと思うんですね。いわゆる復旧期に戻ってきたと。で、放射線の世界ではやっぱ緊急時っていうのはこういう原子炉が事故を起こせば確かに緊急事態になりますから、そういう場合のリスク管理と平常時のリスク管理というのは全く使い方を分けているわけです。じゃあこれが一番理解されにくいんですけれども、じゃあな、そんなことはないだろうと健康なんて事故も平常時もないよっておそらくそう言われるんですね。しかしよく考えてみましょう。今回3月の時に東京で えー、水道水の要素が基準が超えました、百五十。であれで水道水の摂取制限出ましたよね。あ1日だったかと思うんですけど、止まりました。あれがもし1ヶ月続いたらどうでしょうか。今、今、今回10ベクレになります。ことですよね。人情水10ベクレ。じゃああの時に10ベクレを適用したらどうなるでしょうか。ほぼ1ヶ月以上水道水を使えなくなります。それによる大きな健康影響ってのは当然出てまいります。 だからもし放射線のリスクはどの程度か、もちろん放射線のリスクが大きければ、当然そちらは避けなきゃいけない、そういう意味でリスクの大きさというものを測りにかけなきゃいけないと、そう考えたわけですね、緊急時というのはもちろん長く続かない方がいいわけです、もちろん。だからある程度は、事故の状況ではある程度我慢せざるを得ないと、なるべく早く収束していきたい。 収束して元に戻していく努力をしていこうと。まあそういう考え方をしているわけです。国際的にはですね。そういう意味で、下げたのは、それは、き、復旧期に戻ってきたからというふうに、あと復旧期、つまり平常時に近づけるための基準であるというふうに考えることができるんじゃないかと思います。それで線量もちろん下げる。リスクというのはもちろんゼロがないと。まあゼロ以外はないと。あの、ゼロリスクはないという前提に立ってますから。これはあくまでも前提です。立ってますから、 なるべくリスクが低い方がいいだろうと考えますので、リスクを下げていこうと、下げるための一つの努力、目標値的なものであろうということになります、それからもちろん、今までは事故という,いう状態でしたから、これから長く続く、この状態が続くとしたら、やっぱ食に対する社会的な信頼を得なければ、食べる方も生産する方も、いろんなあ苦渋をなめるわけですので、まあ、社会的な信頼性を向上するためだと、まあ、おそらく私はこの3つであろうというふうには思います。 そこでもう少しその基準を考えてみたいわけですけども、もし今、えー、これは横軸に汚染のレベルと思ってください。例えばベクレルパーキログラムですね。非常に高い汚染のもの、低い汚染のもの。こっちは頻度、つまり汚染しているものが多いということですね。こっちはこの辺が一番多いと。で、この辺はまあ少ないと。高い汚染は少ない。低いのは少ないと。まあ、こんなふうに考えられますよね。ただこの辺がどこかになりますけれども、まあ、ある汚染していると。だからあるレベルのものが多いと。平均値って大体この辺のことを言ってるわけですね。 全体のもこう平均化したものってこの辺が平均値だろうということになりますけどそうすると先ほどリスクで考えるということはまあ、えー、安全と影響が出ないという意味ではないわけですけど危険と影響が出るという意味ではないんですけどもこういうもしこういうふうな意味で考えたときにリスクというのはこの境界ではないので基準値というのはあくまでもリス小さいリスクをどこまで低減していくのかという一つの目標値努力目標値と そういうふうに考えられるわけですね。そうすると、もしこういうレベルがあって、基準値をここに設けたら、当然これより上のものは流通させないわけですから、あ、これだけリスクは下がるんだ、という,うなりますね。高いものを探す。ですね。で、もし今、基準値が新たに B に下がったとしたら、この状態だとはここはなくなる。で、ここの基準値を下げたら、おそらくこういう高いものもなくなっていく、というふうになりますよね。ああ、だから、私たちはおそらくこういうイメージを見てるかと思うんですね。 500ベクレルというのを見てるとしたら、500ベクレル以上のものは流通してないんだろうけども、でも200ベクレル、300ベクレルのは流通してるんだろうと、いっぱい流通してるんだろうと、印象を持ってしまいまいすだからおそらくこう、もしここが500で、ここが100だとすると、例えばですよ、だとすると、500今、100にしたときに、初めてこの辺のものが流通しなくなるんだというふうに思いますよね。 しかし、それは実際はどうだろうかって、まあ、先ほどのお話もあったんですけど、ちょっとこれ私が持っている情報で見てみますと、まあお米は、まあこれ各県によって違いますけど、えー、これはもうほとんど、まあ不検出であると。まあ福島県等がちょっと若干200か500べくれる。まあこういう割合なわけですね。この、ね、えっ、ー、と、これ割合ですお米はこうですね。これ11月までですけども、まあいわゆる高いレベルのものは非常に少ない。多くのものは不検出になっていると。 野菜にしても3月4月これ要素ですけども放射線要素で,すでしたけども、えー、まあ、えー、この辺のものが高いレベルのものですね500ベクレル超えてるものとか100から500ベクレルものがまあわずか 10%20% ぐらいあったけどだんだんだ7月8月になってきますとまあこういうレベルのものも低くなってきてる。でそれ以外の、えー、ものについても麦とか果実などにしてもまあ えー、キノコ。キノコとかお茶葉、お茶については少しこういうのがありますけれども、まあ物品によって確かに違うと。しかしまあ全体から見ると、先ほどのような、まあこういう感じではなってないわけですね。つまりこ,ここが500でここが100のような状況ではどうもなさそうだということになります。だから今の感じでは、まあ高い汚染があって低い、おそらくこの辺にこういう、まあちょっと非常に、えー、概念的なグラフですけど、正確なグラフじゃありませんけど、低い汚染の方は少しこうあるだろうと。まあゼロに近い方にですね。 で少しはあるだと、まあ、こんなふうになってるんだろうというのがだおそらく推定されるわけですねそうすると今は基準値がここにあったと例えば500ベクレルこうあったとそうすると100ベクレルになるとおそらくこうなるとだからこうやってみるとまあここのものは少しこう減る可能性はあるわけですねしかし全体から見るとまあもしこういうもしこういうレベルであればこういうものってこの辺の基準がこうだとすると基準と実態との関係がこうだとするとまあリスク低減としてはそんなに効果があるわけではない わけですね、まあ、だから悪いという意味じゃなくって、まあ、ある意味でより少しでもリスクが下がるという意味で、信頼が上がるということであれば、それはそれで意味があるわけですけども、まあ、そういう意味では、本来のリスク、コントロールしていくんであれば、現状に即したリスク管理が求められるだろうというふうには思うんですね、やはり数字を決めるためには。しかし今、残念ながら日本の法律というのは、まあ、あんまりこう現状即したもので考えるよりも、やはりどうあるべきかという議論が先にあるんですね。 でどうあるべきかという議論が実はまたリスクの問題というのはそう単純にはどうあるべきかというのはなかなか決めにくいところがあるわけですけれどもそこで、まあ、先ほどから出ているものですこれもあの、えー、国立医薬品局の,あの,、まあのえー、バスケット調査ですね市場のマーケットバスケット調査からのデータで、えー、12月に発表されたものですけども、まあ福島県、宮城県、東京都と、まあ、これはセシウムについてはあ1日当たり300くれる程度または東京都は0.4500くれる程度が 食品中、食べているものの平均として含まれているだろうということだった、まあ、染は確かに非常に低い、まあ、これ、私は計算したわけですけど、カリウムだったらこのくらいだということで、まあ、カリウムにすれば1桁ぐらい高いぐらいになると、まあ、カリウムは自然のものですけども、でさらに掛けぜ調査、これ、あの、朝日新聞と京都大学が共同でやったわけですね、えー、こういう新聞が出ましたけど、福島の食事で1日400グレール程度だろうと、まあ、国の基準の40分の1であると。 で、これはあの、福島コープさんが、あ、測定した掛け前調査ですけども、まあ、ABC というのは、これ、それぞれの過程ですけども、まあ、この緑は、あ、自然のカリウムですね。1日だいたい30とか、あ、多分、ごめん1日ありませんね。これ、食品中のものがだいたい、え、3、20とか40メクレルぐらいに含まれているわけですけども、まあ、セシウムについては、まあ、この H の過程で少し見つかったと。 いうことで、まあそういう、こういうことから見ても、まあおそらく私たちが今食事に食べているものは福島も、福島県の人たちにしてもかなり低いレベルであろうということは、まあこういうことから示唆されるわけですね。まあこれが本当に全ての実態を表しているかどうか今後しっかり管理をしていくべきだと思うんですけど、まあ一旦としてはこういうレベルなんだ。非常に高いレベルということはなさそうだということが言えるわけです。 そこで先ほどもうちょっと出てまいりましたけど、ちょっとカリウムとセシウムで、実は非常に似たものなんですね。カリウムというのはこれアルカリ金属です、これ。で、私たちの体に非常に必要な元素なんですけれども、実はこのカリウムの1万個1個の元素は放射線を出すんですね。これは地球ができた当時からある元素です。放射性の元素です。で、これがまあ改変をすることによって、実は放射能っていう言葉、いつも誰も正確に教えないんですけど、放射能っていうのは実はカリウムがカリシウムに姿を変えるんですね。 姿を変えることによって放射線を出していくんです。で、まあ、ベータ線という電子線とガンマ線という光の仲間を出しながらカルシウムに変わります。で、セシウムは、あ、これは人工のものです。自然のものじゃありません。なぜかと言いますと、これは寿命が半減期が30年ぐらいで実は消えていきますので、自然界には存在し得ませんけども、えー、同じようにやっぱベータ線とガンマ線を出します。で、これも、 え姿を放射線を出しながらバリウムっていう元素に姿を変えていくんですけども、まあ、いずれにしてもこういう放射能を持っている放射つまり放姿を変えながら放射線を出していくんですけどもでこの放射線が結局まあ悪さをするわけですでよくカリウムとこっちは自然のものれ人工のだから自然と人工は違うだろうと言われ方をするんですけども実はこれ、えー、放射線的にはいや生体は別に放射線が人工か自然かなんて区別がつきません生体にとっては。 どちらもこう、こ出てくるだけです。こちらは確かに人口なり自然なりの挙動をするかもしれない。体内に入った。そういう意味ではそれは考慮しなきゃいけないんですけれども、放射線的にはおそらく自然か人口かの区別は生態にちょっとはできないということがわかるわけです。そうすると、こういう状況の中で私たちが 求める、信頼できるリスクマネジメント、リスク管理はどういうふうにしていけばいいのかですね。確かにゼロリスクがいい、前提としてはいいわけですけど、いわゆる安全がて非常に言葉としては私たちこう魅力的なわけですけど、この安全がと一見否定しにくい、否定しにくいですが安全が何が悪いのかになっちゃいますかでもしかしこの論理には非常に多くの落とし穴があります。これはあの放射性物質に限りません。いろんな職員規制についてよく行われてきたわけですけども、基準が厳しければ効果的なリスクコントロールになるわけではないわけですね。 ここを私たちはしっかり考えていかなきゃいけません。じゃあなぜでしょうか。それはやはり今日もありましたけど、やはり当然厳しくしていきますと、検査体制を強化しなきゃいけなりません当然ですよね。検査体制を強化しなきゃけそうすると、検査体制を強化しなければ基準を確認できませんから、そういう意味では非常に大,大変なことにあります。コストもかけなきゃいけません。コストだけならいいですけど、お金はなんとかなるんならいいですけど、それを見合った技術や人材というものも当然供給していかなきゃいけない。ですね。 で、それに投資することが本当に他の職員安全規制や他のリスクコントロールに、バランスがなくなることはないだろうかということも注意したかない。つまり、放射線が危ないから放射線気にしていくと他のことをうっかりしてしまうと。 これは非常に望ましいことじゃないですね。だから放射線もしっかり見ていく。他のものもしっかり見ていく。ということが必要ですから、私たちはやっぱり全て有限なものの中で生きてますから、お金にしても時間にしてもですね、人材にしても、そういう中できちんとリスク管理をしなきゃいけない。そういう意味では、今、あの、今までやってきたのはどうしても出口管理だったですね。つまり流通する前に調べて、 基準を超えてたら流通させないっていう出口だったわけですけど、本来のリスクコントロールは、じゃあなぜそれが汚染したのかという意味では、生産現場、それはどこで取れてるのか、なぜそこで汚染してるのかという、その生産現場でなるべく低くなるようにする努力の方がいいわけですよね。それはもう工場で作るものだったら工場で作るものをリスクが低くなるようにしっかり管理させるというのが当然なわけですので、そういう意味の生産現場の提言策をきちんとしていくことが大事なわけですね。そうすることが 効果的なリスクコントロールになるはずです。出口管理。先ほど、もう一人質問の方で、えー、厳しくするとどっか紛れてしまった、法の網の抜けてしまって、他のところに輸出してしまうんじゃないかとありますよね。まさにそういう、ある意味で落とし穴ですね。性アクセスに立つと、落とし穴があるわけです。しかしそういうのは、まあ、性善数に立ってます。そんなことありえないというふうに思うんですけども、しかしそういったこともしっかり考えていかなきゃいけないわけです。そういう意味で私たち適切なリスク管理を構築するには、当然まあこういう、 基準点は当然必要なわけですけども、今の基準はまあ流通管理の問題なわけですけどで、農産物をサンプル検査をしてしているわけですが、これからやはり適切なリスク管理していくためには、やはりこう生産の管理をしっかりしていただく。これは消費者にとってもいいことだし、生産者にとってもやはりいいものを消費者に出したいというのは生産者の方々の思いなわけですよね。そういう両,両方にやはり、えー、メリットがあるわけです。消費者にもメリットあるし、消費者には生産者にもメリットがある。 で、そのことはまた福島の被災地の農業の復興にもつながるわけです。よくもう福島のものは買わないって言われます。それは簡単かもしれません。それはたまたま今福島なわけですけど、もしいろんなところで日本は別に放射線だけじゃなくって、いろんなところがそういう被災を受ける可能性はいくらでもあるわけですよね。そうすると私、食べるって非常に大事なこと、生きる上で、健康のためには。その意味でもちろん、危ないものを食べるということじゃありません。 きっちりリスクコントロールしながら農業を復興していかなければ私たちの自然の,あの食品の安全にもつながっていかないと。普段食べるものの安全につながっていかないということにあるんじゃないかなとか。そういう意味では、こういう農政サムズの管理という意味では、 やはり、きめ細かな田畑の汚染状況を調べ、そういったものの移行状況というものを調べて、コントロールしていくと。まあ今、チェルノブイの経験なんかではこういったことが、ベラルーシア、ウクライナでは非常に一生懸命やられてきました。まあ20年以上経ちましたからそういう経験を持っております。おそらくそういう経験を日本にも学ぶ、日本は学んで、しっかり生産物の管理に生かしていかなきゃいけないと思います。ただ今、なかなか日本はここまで、農林省もいろいろ努力してい、ま、ないわけですね。やはり、こう、 規制規制、出口管理の方が優先されている状況なわけですね。そういう意味では今後はやっぱ長く続くためにはリスクをよりコントロールし、私たちがしっかりリスクを把握するためには、こう予選レベルを田畑のレベルでコントロールし、下げていく。それが生産者にとっても消費者にとっても、それは非常にリスク管理になることであると、メリットであるというふうに考えているわけです。どうもご清聴ありがとうございました。 解散情報提供ありがとうございました、えー、健康リスクの観点そしてリスクがどこに集中しているのかということを、えー、明確にすることによってどのような手段が、えー、健康のリスクの低減に有効なのかというのを明確に、えー、ご情報提供いただきました、えー、この後質問もあるかと思いますが、えー、ディスカッションに移りたいと思いますディスカッションの際に、えー、質問がございましたら、えー、挙手いただけたらと思いますでは会場の設定をしますので、えー 一度先生は元の位置まで,お願いしますではディスカッションの方に移りたいと思いますが一番初めに申しましたようにディスカッションのテーマは食の安全供給を達成しつつ今のお話の中から安全供給はもう達成されてしまっているのではないかと思われているかもしれませんがそれでもまだ福島の農産物に対しては不安が拭えない状態です。 食料安全供給を確保しつつも福島の生産物をどう不安を拭い去っていくのか私た,ちが私たちに必要な社会の仕組みとはどういったものなのか考えていきたいと思いますでは会場を整いましたのでゲストの方々には前の方に登壇していただきたいと思います はい、ではディスカッションに移りたいと思いますが皆様ワークシートをご覧ください、えー、ワークシートの2番安全とは一体どのような状態なのかという、えー、問いかけが投げかけられています皆さんはお答えいただくことができたでしょうか非常に抽象的な質問かと思いますが、えー、最終的に私たちはどのような仕組みを整えるか という上で安全とはどのような状態かというのをかじめに考えておくというのは非常に重要なことかと思います、えー、もう記入いただいた方いらっしゃいましたら、えー、先生たちからの情報提供も受けて安全とは一体どのような状態なのかご意見いただけたらと思います非常に難しい難しいなという言葉が出てきましたがもうえでは 記入されていいいるので少しお話をたただけたらと思います安全とはどのような状態なのでしょうかというところに書いたのは単に安全に管理されているだけでなく安全を担保する仕組みが何となく理解されて信頼を持てる人が多い状態のような気がしますというふうに書きました。 管理されていいいるとうううだけでではなく、えー、もう一度よろしいでしょうかょいでし、ね、安全を担保する仕組みがなんとなく理解されて、信頼を持てる人が多い状態のような気がいたします、はいえー、管理されているというだけではなく、えー、担保する仕組みがある程度知れ渡っていて。 あの納得できている状態なのではないかというご意見です。えー、他にご意見を書かれている方がいらっしゃいましたら、じゃちょっとお話を伺えないでしょうか。あの、あ、えー、安全ですよね。安心じゃなくて安全なんですよね安す、はい。安全という意味でちょっと定義難しいですけど、まあリスクが許容できる範囲に収まっている状態としか言えないのかなと。 思います。まあ、それ、ただ、ちょっと個人的に今回の改正が。安全じゃなくて、安心のためなんじゃないかって気がしてならないので。あの、ちょっと、まあ、今回、そのあたり議論されるかわかりませんけれども、そういう感想も持っています。ありがとうございます。ちなみに今、今、えー、安全とはリスクが許容できる範囲ではないかというお話。出てきました。えー、一番初めに伺ったように。で、えー、放射能リスクに関しては、リスクゼロというものはない。強く、あの、お話を。 いたただきましたがその中ででで私たちがどここまま許容できるるののののかかととといいうのを考えるのは非常に重要なことかと思いますその上で、えー、安全とはもう少し深く聞けたらと思うんですけど許容できるというのはどこまで、えー、では会場の方に聞いてみましょうか、えー、許容できるというのはどこまでなんでしょうかそこの話に行くと少し難しくなってしまうかもしれませんがでは、えー、もう一度安全と。 例えば許容できるかというのはスーパーに行って野菜を見たときにそれが私たちにとってえ選ぶか選ばないかそれを見るときにもこれは安全なのか安全ではないのかというのを判断していることになるかと思いますが皆さんはどういった基準でそれを選ぶどういう何を見て選んでいるのでしょうかちょっと具体的にお話をいただけたらはいお願いします。 許容の基準をその国民一人一人が求めてし,てめてしまうということ自体がちょっとあのリスク管理という考え方に沿ったものではないと思っていますまあ、安全やリスクというものに関しては、まあ、安全に関しては極力あの最新の科学的知見をもとにあのできるだけ えと可能な限り達成できるように、まあ、抑えていくと、まあ、抑えられている状況というものと理解しています。はい。それは誰によって抑えられているといあの、まあ、国っていう人もいるかもしれないですけど、私は国民,国民一人一人だと理解しています。国が、その、 リスクを極力を抑えてくれるっていうものではなくて私たち一人一人が放射線という放射線影響っていうものにどれだけリスクを低減できるかそう努力していくことが大事なのかなと思ってますその中であの許容っていう敷地を設けてしまうとそこで議論が止まってしまいますんでそのできるだけまあ放射線防護の世界でいうと、まあららの精神っていうものだと思うんですけどそ,それに向けて それを達成するために、まあ、心がけをしていくということが。大事なのかなとは思っています。はい。ありがとうございます。はい。あの、基本的な考え方、私もそうだと思うんですね。国際的にも、そういう立場なんですが。ただ、現実に。例えば、基準というのは、一個の数値を作るわけですよね。ただ、確かに、基準というのは、ある意味で。その、ここまでなら、いいというものではないんですけれども。本来、リスクというのは。ある意味で、連続的なものって、前提になってるわけですから。 どこかで線引くっていうのは、あれですよね、今回も1ミリという、1ミリシーベルトになる、食べ続けると1ミリシーベルトになるっていう基準ですよね、じゃあ1ミリがどういう数値なのかということになりますよね。だから絶対的なものが出てこないんですね、こういう意味で、ある意味、リスクで前提に立ってるから確率で考えてるからそういう意味では、車を運転する、私はいつもこれで学生の教育に扱ってるんですけど、車を運転するのもある意味で、リスクが伴うわけですけども、もちろんその高速道路で100キロを超えるということは、まあ、スピード違反ではあるけども、 その、それなりに100キロのところ110キロ出しても、まあそんなに危険っていうわけではないわけですけど、しかし一般道40キロのところ100キロ出したら極めて危険ですよね。まあ全然状況によって違いますよね。そういうのはリスクというのはやはりこう絶対的なものではないなっていうのはよくわかるんですけども、そういう意味ではやはり可能な範囲で、おっしゃるように可能な範囲でコントロールするっていうのは非常に大事なことだと思う、ね。そのためにはどういうリスクがあるのかを私たちは知らなきゃいけませんよね。 そういう意味では、今、食の安全っていうのは、おそらく、放射線は今、非常にこう、あの、社会的に注目されてますから、放射線に皆さん注意がいってるんですけど、おそらくこれが2年、5年、10年経っていくと、だん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 意識も遠ざっていきますよね。で、他の問題も出てくるかもしれませんよね。そういう意味で、そういう安全とは何かっていうのは、まさにそこで問われる問題なのかなっていう気がします。非常に現実的な、もう一つの目安として、皆さんがどう理解していけばいいのかというですね。このあたりが、まあ、いつもここが揺れてしまう。なかなか一個の答えにはなかなか出にくいんですけども。 ただ、基準値というのはどうしても1個の数値を作らざるを得ないと、いうところがあります、はいえっと、実際、その4月から100ベクレルなり10ベクレル、水については10ベクレル以下っていう数字がえっと決められて、それを安全ですとして国が。 決めて検査体制をしていくということなんですがそれはやっぱり極論になってしまって安全は個人個人基準が違ってしまうのでその政府が安全ですよということに対して我々が、はい、分かりました、そうですかって,言ってそこで完結してしまうわけじゃなくてその実際に検査体制がどうなっているか個人的にはその4月1日からもう出口調査をちゃんとしますって あおっしゃられてるんですけど JA さんなりそのいろんな各地のところのゲルマニウムなり NAI が本当に足りているのかなというような個人的には疑問もあったりしてそういう検査体制をあの、まあ、分からないだろうと言って安全ですって、基準値以下ですで終わるのではなくて検査体制をちゃんと継続的に見せていってその全国で例えば 基準値を超えたものが出ていればもう市町村レベルまで細かく分布を見せて自家消費をしている人たちにまでアナウンスをしてあげたりあの、まあ、生データとは言わずともデータの詳細まであの見せてあげられるようなことが安全につながっていくのではないかと思っています。あありががとうございいました、えー、リスクがどこにあるのかそれを、えー、把握できていて それがちゃんと知れ渡っている、つまり、えー、私たちがリスクをちゃんと見ていられるかというのが一つ大きなポイントなのかと思います。えー、では実際にですね、ちょっと道野さんにもお話を伺いたいと思うのですが。 やっぱりリスクっていうもの自体、やっぱり最初、山本先生のお話あったように、ですねやっぱりそういう確率と、それからまあ健康被害のレベルっていうことを考えていかなきゃいけないわけですけれども、やっぱり私どものやっぱり行政としては、そういったリスクが一定,一定の管理されているっていう状態っていうのは、やはりその安全性の確保っていうようなあ、まあ、ある意味でそういう政策であるわけなんですけれども。 でえーっとまあ、今回の,その放射性物質の基準値の改正の問題ですが、えー、もちろんその今山本先生や甲斐先生からお話しあったとおりその100ベクレルを持つ意味ですよねっていうものについてやはりその行政としても 継続的にですね、やはり皆さんに説明をしていかなければならないですし、まあ、あの、基準値改正に伴ったリスクコミュニケーションということで全国で7箇所で、す、え、で、ー、に開催してるんですけども、今後もそういったことを続けていくということは非常に大事なことだというふうに考えております。で、それからあと検査体制に関してはですね、おおむね、その、今の検査の実績ということから言うと、1日にだいたい1000件前後の 検査結果っていうのが実は厚生労働省に地方自治体から報告がされていてこれは毎日公表をしていますしで、えー、内容としてもですね今おっしゃられたようなその市町村レベルでのですね、えー、どこで取れたものかというようなこといつ検査したものかそれからそのデータもですね、えー、セシウム130と137の内訳も含めてですね、えー、厚生労働省のホームページに実は、えー、掲載してまして えー、そういったものをその決めあの細かくです、ねかえー、確認をしていただくということは非常に大事だと思いますしそれをまたまとめたものをです、ね、先ほど申し上げたようなやはりリスクコミュニケーションの中で,です、ね、皆さんにお伝えしていただくとお伝,えお,お,伝えお伝えさせていただくということで,です、ね、やはり,そのおやっぱり皆さんが見て、えー、最終的にこれは安全性というのは確保されていいのかされていないのかというのはやっぱり判断されているものではないのかなというふうに思います。 ありがとうございます。一方で好、えー、評公表はしているにもかかわらず、ちゃんと伝わっているのかどうかという部分もあるのではないかと思います。えー、納得できているのか、買う側が納得できているのか、その点についてもあのー、重要なのではないかと思います。えー、この点について何かご意見がある。あ、貴重なお話ありがとうございました。 あの特に今、甲斐先生のお話の中でその必ずしもその基準値を下げることがリスク管理にとって、まあ、いいわけではないというのはこれまさしくあの牛乳の,規制値あの新基準値をあの、まあ、50ベクレルパーキログラムとしたことに対して放射線審議会の方がまが、あ、ちょっと待ったといった件がそのままではないかと思うんですが、えー、とその意味で申し上げますと、まあ、特に今回甲斐、まあ、先生がまあ審議会のメンバーだったというのと 厚生労働省のお立場ということで、えー、とそういう意味で申し上げて一、まあ、つは甲斐先生が今申し上げあのおっしゃったその検査体制ということをおっしゃったかと思うんですがそれがまあ生産者の立場としてこれからまあどうしていったらいいのかというのともう一つはその、えー、と今、あのコミュニケーターの方からもお話があった通りに、えー、とまあその体制に対して、まあ、不安みたいなものというのは えとそれを解消するためにあの、まあ、例えば市民測定所だったりという、まあ、一般の方々がそういう形で自分たちでも測るんだと言ったときへの支援の体制というのがまたこれ十分に取れているのかといったあたりに関してお話を伺えればと思います。ま基準値のそのそ 検討プロセスの中で、いろんな議論があったということは、そうなんですけれども、その、まあ、牛乳の二分の一ですよね。その要は、もともとどれぐらいの食品が汚染されているかということの想定については、山本先生からもご説明あった通り、二分の一としています。でこれは占有率という考え方をとっていて、コーデックス基準なんかの同室プロセスにおいてもですね。要は。 その汚染された国から来る食品の割合を当てはめているということでですね、食塩衛生法の基準の作りの考え方としては、国内で事故が起きたわけですから、自給率まあ約半分ということでですね、2分の1という考え方をまあ取っているということがあるわけですで。さらににその牛乳に関しては えー、要は国産のもの,のがほとんどというか、まず、あ、輸入というのは基本的にありませんので、牛乳そのもので,です、ね、輸入と、まあ、そういった考え方を取っている、それも,もちろんいろんな評価あると思いますで、それから検査体制に関してですけれども、えーとまあ、あの今、国がです、ね、いろんな形で,です、ねえー、と検査機器の整備については支援をしています。 でえー、と一つはそのさっきあの、一番初めに私の方から申し上げたその地方自治体の検査ということに関しては、えー、農林水産省、それから厚生労働省それぞれです、ねえー、補助制度というのを二分の一機器のお購入費の2分の1の補助というのをやっていますで、えー、それからさらに農水省の方では検査,の対応検査機器の対応ということもやっています。 それからあと市民測定上の関係でありますけれども今消費者庁の方でです、ね、昨年から危機器のこれも貸与ということをやっていまして確か200台以上です、ね、年度内に一応貸与してあの、まあ、お貸しするということで,です、ね、対応しているというふうに聞いています。それからあと、特ににに、福島県に関しては、非常にその 今回測定ニーズっていうか検査のニーズ非常に高いということで、そういった復興の基金なんかの関係でもですね、国からのそういった財政的支援というのは行われています。はい、ありがとうございました。えー、不安を解消していくためには、えー、市民の力も借りる必要はある必要があるのではないかというご意見いただきました。えー、ただ全体として福島のことを考えていくには。 えー、まだ足りない、特に、えー、安全というものを確認しつつ、えー、自分の力でリスクを管理していくためには、えー、まだ、えー、足りない部分があるのかなと思いますが、何かあれでしょうか。はい 海洋の制度があるとということで私もそれを聞いて、ぜひ市民の方々、今、市民測定所の方々、非常に頑張られてるという私もあの知ったんですけども、あのちょうど2月にあの最新部のシンポジウムに、横浜市民測定所の方が来られてて、あの子,ど子,どあ子どもを保護者のおか守る会のお母さんたちで、初め私たちその、私もその会に出るときに、あお母さんたち、どんな話をするんだろうなって、ちょっとこう不安だったんですけども、もう私なんかよっぽどこうリスク管理をしっかり身につけててですね。 あの、なぜかというと、やっぱり自分で測定、自分たちで測定をして、自分たちでやっぱ状況が分かってるからなんですね。で、そういう方々が自分たちでお金で集めて、え、安い NAI の測定器を使ってやっているんですね。で、自分たちも限界をよく分かってらっしゃるんですね。だからやっぱそういう方々をやっぱある程度公的にも支援してほしいなっていうのうに私は思ったんですね。やはり今、公共施設ではたくさんのお金でいっぱい危機器が行くんですが、本当にそれが十分に効果的に使われているのかはっきりと私、かなり疑問なんですけども、 あの、なかなか確かに国から民間には出しにくいのはよくわかるんですけど、まあそういう意味ではその対応制度と非常に良い,い制度だなと思ったんで、対応制度はもうちょっとオープンに <laughs>、あの宣伝していただいて、あの積極的にしていただきたいなと今印象を申しました。 ただ、すみません、もちろん説明不十分だったんですけど、その要はあ一般の方が、ですね消費者の方が不安で検査をしたいということで、それに対応するニーズとしあの対応として、ですね消費者庁の方で危機対応をやってるんですけども、例えば、多分ちょっと場所も正確にはあの説明できるほどほど分かりませんが、基本的にはその市町村だとかですね、のまあ、公的、 公的て言いますか要は市町村だとか都道府県だとかそういった行政機関に対応して市民の方の持ち込まれる検体を図りましょうっていう、まあ、今のところは制度なんですだから全くのその例えば民間の方にですね、えー、丸々もしくは半分ですとかです、ね、危機を対応するとかですねそういうところまではちょっと今のところまだそこまでは行き着いてないということでそのちょっとあの説明が不十分だと申し訳ありません。 福島県から参りました、えっと、今日はあえて客のことをお話ししたいと思うんですけれどもやはりあの、えー、ここに来られている方はすごく意識が高いなとお話を聞いていましてあのたくさん測るということはその、えー、抜け道を通って出荷されたものをチェックするというような意味でもそれはすごくいいことだと思うんですが一応行政の仕事として、えー、お年寄りの方とかそれから障害がある方知的な障害がある方もいらっしゃいます。そういった方が普通に生活すれば 健康影響が出ないっていう管理をしていくっていうこともすごく大事だと思うんですよね。自分で勉強して測ってそのことが安全につながるっていうことではなくて、あの何も考えなくてもっていうと語弊がありますけれども、普通に生活していれば安全なんだ、健康に影響が出ないんだっていうふうになっていく世の中の方が私はいいなと考えています。ありがとうございました。 はい、関連であの今、ネットの方からです、ね、あの放射線の判断を日常しなければならないのは手間で面倒ですという意見がありました一方で、えー、やはりあのデータを見たいですウェブでの検索インターフェースがしっかりしたものを作ってくださいというような意見もございました。あ、はい、ありがとううございまししたた、えー、今、えー、おっしゃられたように、えー、ある意味で リスクに対して個人が責任を負うのか、それとも国が全てを管理するべきなのか、えー、どういった形のものが本当に求められているのか、えー、ご意見いいたただけたらと思います、はいまあ、確かにあの私も理想を言えばその、普通に暮らしていればです、ね、心配しなくていいと、そういうレベルが理想だとは思うんですけれども。 やはり最終的にはコストベネフィットなんじゃないかなというところが気になるんですね、つまりその安全で、まあ、安心感を持って、気にしないでも生きていけるような食生活環境を作るということにはそれなりの当然コストがかかってくるはずなんですね、そのコストを社会として許容できるかというところもすごい重要な論点なんじゃないかなというふうふに思います。具体的に、えー、全く 自分が気にしなくても生活が成り立つようなリスクがないようなものにするとコストがかかるということですが、えー、とどういった仕組みを想定してコストがかかるという,ふうなことをおっしゃられているか先ほど先生から申し上げたようにです、ね、その例えば検査、ハードウェア的な問題ですねそういった設備投資の部分がありますし当然それを使いこなす知識を持った技術者が必要になってきます。でそして まあ、あの一方で,です、ね、そういったあのモニタリングのところか、燃えてきたようなものをです、ねえー、しっかり監視するような、また別の角度からのモニタリングのコストというのもかかってくると、そういう意味ではあの基準をまあ厳しくしていけばいくほどです、ね、一方でそのコストというのがどんどんかかってくるはずなんですね、でそこら辺というのを無視してしまって安全だ、安心だという,ふうなところだけにこだわってしまうと。 社会的な政策としてはやっぱりバランスが非常に悪いものなんじゃないかというところはかえって心配なんです、つまりその、えー、私なんか小さい子供を持っていますので確かに乳幼児のことについての基準が厳しくなっていったり、まあ、安心感は増していくかもしれないんですけれども一方で例えば厚生労働省さんの予算としては例えばワクチンの方はどうなんだとかですね一方で子供の抱えている身としてはいろんな心配もまだ別にあるわけです。でそういうようないいよななろんなところで 優先順位をつけなきゃいけないようなところでですねあの無制限に安心のためにっていうところではちょっっとやっぱり極端な言い方をするとそれは難しいだろうというのはあの考えるべきじゃないかと思います。いはい まあそういった意味でそのリスクを考えるっていうのはこれはもう放射線に限った問題ではない。確かに今たまたまこの大きな事故でリスクというのが目の前に突きつけられてて、で、どれとどう向き合うのかが求められているんですけども、まあこれはまたどんどん収束していかなきゃいけないわけですが、他のまたリスクっていうのは当然いつでも起こり得るわけですよね。まあいつもいろんなものが起こってきますから、そういったところでまあリスクとは何ぞやどういうふうにコントロールするのかっていうことを私考えなきゃいけない。そういう意味で今おっしゃられたように、そのコストバランスというのは非常に大事なことで、そのお金を かけるべきだっってて命に変ええられない,っていう非常に考え方としてはそうなんですがしかし有限なお金の中でいかに効果的に健康を守っていくのかということはやはり考えていかなきゃいけないわけですよね。これは私たち自分の恐らくお母さんたちが自分の家庭でやりくりする時でも同じことなわけですよね。そういうやっぱり発想はどっかで必要。結局そ,のそうでないと結局何か別なリスクを私たち受け入れてしまう。ある,もんちある小さなリスクにこだわってお金をいっぱい使っているために何か 別なリスクを見逃してしまってということにならないようにしなきゃいけない、そういう感覚はすごく大事だろうというふうに思います、えっと、あのコストとベネフィットの話というのは、少しちょ,ちょっと横に置いといてです、ねそのまあ、要は気にしなくても心配しなくてもです、ねえー、生活できるようにしていくべきだというようなご意見がありました。 でえっ、ー、とやはりその放射性物質みたいにこう目で見てわからない、えー、っていうようなあそれからその家庭でどういう管理をするかっていうとだからやっぱり限界があるわけですね一方でその細菌性の食中毒なんかは逆にそのまあ消費者といいますかあ一般の家庭だとかそういったところで気をつけることによって一定の管理ができるっていうやはりそのそういった こういうハザードっていうか、のおですね、そういうこういった問題の、そがどの程度その個人のレベルでコントロールできるものかっていうことでやはり違ってくるんだろうと思いますし、で、ただその今回の放射性物質の問題に関しては、やはりその行政サイドとしてはですね、やはりそういうですね、基本的にはそういったその規制値が超えるものが、 流通しないようにという観点での対策ということを考えてやってきているわけです。で、えー、とそういったことの内容について関心のある方ない方いろいろあると思いますのでその関心のある方に情報提供ができるだけできるようにということでですね先ほど申し上げたようなその全データの公表であるとかですねそういった対応をしてきているわけです。 で、もちろんその、コストベネフィットの問題っていうのは、別の角度としてあるわけでして、コ、まあ、コストベネフィットが全てだということを申し上げるわけではないですけれども、やはりその、食品の検査なんかで時々全室検査をするべきっていうようなご意見を持たれる方もありますけど、私たちが先ほどご説明した通り、今そういう対応は取っていません。むしろそういうふうな地域的な広があるものについては出荷制限をしてですね、えー、まあ、 ま、緊急措置ということになるわけですけれども、そういったことで対応をしていっています。で、その出荷制限がしっかり守られるのかどうかっていうのは、またそれはそれで一つのですね、問題となってくるわけなんですけれども、やはり前提となるのは、やはりそういったその、それに伴う、やはり賠償です補償がどうなのかということですし、その補償については補償で別途、政府の中でですね、東京電力から支払う、まあ 保障を、まあ、受けるためのですねそういうですね指針なんかも作られているわけですしで一方でその流通食品の検査っていうのは消費地の自治体でも行われていますし厚生労働省の方でもですね そういった流通食品についての買い上げ調査というのをやって、です、ね、季節を超えているものがないかどうか、そういったことをすることによって、自治体のそういった実際、行われている検査についての検証ということもやってるわけです、これ、どこまでやるかたくさんやるに越したことはないですけれども、現状の、現在の状況でやはりできることっていうのを、ですね行政サイドとしては対応してきているというのは現状だというふうに思っています。 えー、ありがとうございます、えー、今、お話の中で、えー、コストと、えー、またその中で、えー、責任の所在を,をどのように定義し、えー、コストとそしてリスクの低減度を、えー、測っていくのかお話、議論が、えー、上がりましたが山本先生、実際に、えー、例えば。はい あの基準値を作るときにも、どのレベルで管理するのかというのが一番大事な議論になるわけですけれども、そのときに、まあ、可能な限り低いレベルに今回は設定を行ったというのがあります、そのときのコストという議論については、検査体制が取れるかどうかという議論は出ました。しかしかながらその十分にその 危機が行き渡るまでにどの程度の時間がかかるかというところについてはまだはっきりしたところは分かりませんでしたけれども、まあえー、その段階では安全というよりも安心の部分を重視した部分が大扇にあったと言えると思いますで特にあの一般食品だけでいいのではないかという議論が随分出ましたその段階ですでにもう1歳未満の子供、えー、たち のことは考えてあるんだということだったわけですけれども、えー、さらにそれをあの半分にしたということは、より一層のそのまあ安心感と言いますか、そこを求めて下げたという部分が大きくあると思っております。あ,あのあとはですね、そのリスクを低減するのにどの段階でやるのかということなんですけれども、まあの全体で、えー いろいろな段階でやっていくというのは普通に考えられますけど基準値というのが食品衛生法上でも決められておりますのでそれは先ほどあの道のさんからもお話があったようにその出口のところの流通の段階で規制がかかっているということになりますしかしまあ海先生おっしゃったようなその生産段階でのコントロールというのが 今後相当有効には機能するだろうというふうに考えてきますのでその辺をコントロールしていくことによってより安全というよりは安心感が増してくるんだろうとというのはですで、ね、にあの原発事故の後、違反事例はありましたけれども測定していくモニタリング調査の結果を見ていく段階で 相当下ががってきてきいいるるという現実があるわけですねそういうのを監視体制とともに見ながらですね、この状況であれば、ほぼその基準値を超えるような値に到底届かないだろうというのは分かっていただけるんじゃないかと思っております。 はいありがとうございます、えー、議論の途中で申し訳ないのですが、えー、ただいまですね与党もと予定していた4時を過ぎようとしております、えー、まだまだ議論尽きないところでございますので、えー、もう少しですね時間を延長させて、えー、4時20分ぐらいを目安にですね議論を伸ばさせていただこうと思いますよろしいでしょうかはいありがとうございます、えー、ではですね今山本先生の方からあのー、出口の調査だけではなく えー、その食品が作られる地域の方を、えー、どのように見,見ているのか、えー、情報あのお話がありましたが、えー、少しです、ね、提供できる情報がありますのでご紹介させていただきます。実際に福島の生産現場で、えー どのような汚染度があるのかそれを調査しているデータになります。はいえー、こちらがですね、 この地域は福島県伊達市の月伊達町という地域になりますこの地域からは規制値を超えた稲、米が出てきてしまったということで伊達市全体が稲の作付け制限を受けることになるのではないかというふうに今、議論がされているわけです。ししかですねこの 土地の調査を行ったのののが実際のこ,の、えー、このデータになりますただし、えー、こちらがもともと、えー、これは文科省になりますが文科省が取った、えー、データですね、これは何かというと、えー、2キロのメッシュで切ってその地域からサンプルをいくつか抽出してそ,のそれを代表にしてこの地域の汚染度というものを評価していました。 えー、その結果、えー、3点ぐらい取ったときには、この地域は安全ですよ、えー、出荷しても大丈夫です、作、えー、付けをしても大丈夫ですというような状態だったんですね、えー、さらしかし、そこから、規制値を超える米が出てしまったで、よくよくもっと農家の方が細かく調べたんですね。えー、2キロではなく 2 0 0ル沖のメッシュで切ってみたらその中にはやはり非正値が超えるような汚染度の高い土壌が見つかったということが分かってきましたもともとこのように検査を細かく正確に実施していればあらかじめここの作付け制限を、えー、することができたのではないかそしてここ全体の地域が非正規にかかることなく安全な地域ではええー きちんと作、えー、付けをすることができていたのではないかということを、えー、この農家の方はですね、えー、おっしゃっていましたえー、このこれをもとにしてですね、えー、この農家の方たち1年はこの地域では作付けをすることができなくなります1年の間、えー、それに対して、えー、この方たちが一体何をしようとしているのか例えば この、えー、汚染度が高い、えー、黄色っぽい地域のところでは、えー、どのような作物を作ったらそれを出荷できるようになるのか、えー、作物ごとに汚染した,れた土壌からどのぐらいの放射性物質が食品に移り変わっていくのかというのは食品ごとに違うんですね、えー、地域ごとにできる食、えー、作物はどのものなのかどのようなものだったら、えー 安全に作ってそれを提供できるのかそれを調査しようとしています、えー、この作付けがかかった1年をそのように利用していくことができるのではないか、えー、それによって、えー、福島の農業の復興を考えているというご意見を私は福島で伺うことができました、はいえー、皆様ですね 改めてて、えー、食品の安全供給、えー、考えままいりました,、えー、ただ、安全に供給しているといってもここの皆さんだけではなく本当に日本国民にとって、えー、安全供給とさらに福島の復興を実現するためにどうやったら不安を取り除いて、えー、信頼も得て食品の流通を可能にできるのか、えー、もう一度です、ね、議論していきたいと思います。 何かかご意見あるでしょうか、はい、えとその前にちょっと一つだけ教えてもらいたいことがあるんですけどもセシウムブの134と137の半減期がだいぶ違うと思うんですが、その点に対してのあと1年経ったときに、その線量をどのぐらいの想定をして、えー、その政策を打っていこうとしているのか、ちょっとお聞きしたかったんです。 えっと、134はあ 2, 2点何年ですよね。ですから、3年目のあたりがーピークになるような形で、えー、考え方を持ってきていますで。そこからだんだん下がっていくということで、大体3年目のところを基準値の最大値という形で考える、そういうことになっています。 あ、これはあの文科省のデータを今出しましたちょうど土壌汚染マップでセシウム三百三十四のデータになってます。はい、ありがとうございました、えー。検査体制のところでですね、あの三島さんからお話いただきましたが、えー、検査体制地域によって二区分されていたことを皆さん、えー、覚えていらっしゃるでしょうか、えー。その区分の仕方についてもう一度。 この地図からお話しいただけたらと思うのですが福島とです、ね、それから、まあ,あ他にも、これまで出荷制限を、まあ、が2回以上指示されたあ自治体あの県に関してはです、ねえー、重点的な検査を求めているというのが今回のガイドラインなんですけれども、でまあ、ただその、それらの中でもです、ね、過去にその同種の作物でですね、 50ベクレルを超えた、えー、市町村についてはですね、さらに重点的な検査を,を求める。それからあ、そうでなくても主要な産地の市町村についてはですね、同じような検査を求めるというような考え方に立っています。で、まあ、この地図で言いますとですね、やはりその福島県の浜通りと、それから中通りが主に、主な地域だと思うんですけれども、 福島県に関して言えば、緊急時モニタリングっていう仕組みがあってですね、事故当初から昨年も含めてですね、1年間非常に詳細な作物に関してもデータが取れています。うん、だからそういったことで、かなりですね、データとしては蓄積されていますし、今年度は 新年度はですね、そのデータに基づいたですね、また検査がやっていけるんではないかというふうに思っています。で、先ほどそのお米の話なんですけれども、特にその作付け制限がかかってしまって、えー、で、まあ今年度ですね、作、えー、付けができなくなるようなところに関しても、これ農林水産省の方ですけれども、まあ、県と協力をしてですね、やはり農地除染 ととといいいうううここをややはりりしっかりやっかていくというようなことそれからその作付けをしないとですね、えー、農地がやはり荒れてしまうということがあるのでそういう水田の保全管理だとかですねそれからあーいろいろな条件での稲の,の試験栽培とかそういったことも含めてですねそういう生産段階での、まあ、汚染の軽減対策っていうこともですねあの準備がされている状況にあります。 もちろんその出口だけじゃなくて、やはり生産段階でどうやっていくかとで、これは稲だけじゃなくてです、ね、福島の農業関係の試験場ではです、ね、果樹だとか、そういったものの汚染のメカニズムだとか、それから実際にどうやったらその軽減できるかと、だからもちろんその時間のかかるです、ね、研究もありますけれども、そういったことも福島の農業関係の研究所中心にです、ね、取り組まれているということもご紹介しておきたいと思います。 時間も迫ってまいりましたが、えー、何かです、ねえー、この議論の中で、えー、至りないということが、えー、ありましたらあの、ご意見いただけたらと思うのですが。はい、えと先ほどからの議論でも何度か出ているんですけれども、そのやはり網の目を抜けてしまう、で出てしまうと、その消費者は不安になってしまう。 というのがありましてで最近のテレビとか、えー、と新聞とかを見ているとどうもその全部検査をすべきだみたいな論調にな,な,なっていってるような気が私は感じておりましてで例えば大手の小売店さんですとその放射能が出たものは一切売らないっていうそういうなんかあたかも全部検査してるかのようなことも言ってますしその東京の芝浦都城ですと全てを検査してるというふうに言ってますがた,ただ先ほどのその 厚労省の先生のご意見ですと、今は対応していないっていうニュアンスでしたので、ということはやろうと思えばできるのかなというふうに感じてしまいまして、ということは、今後はそういう全部を検査する方向に向かっていくんでしょうか、ただ、その先ほどのスライドの写真を見てると、一回すべて切り刻んでしまって検査をしているので、検査をしたら、 出荷できないのになんで全部検査できるのかなという素朴な疑問があるんですけれども、よろしくお願いしますえと、まあ、あの私の方の説明の中、最初の説明の中で申し上げた通りですね、えー、要はその食品というのは非常に多種多様なものが、えー、大量に流通しているわけですので、それを全部することっていうのはあ現実的ではないというふうに考えています。でえー したがって、その、やはり、まあ、規制値基準値ということを前提にしてですね、それを超えるものが出回らないような仕組みというのをどういうふうに考えるかということなんですが、そういった中で、その、全量検査しなさいっていうようなご,しあのご意見、ご指摘もありますということを先ほど申し上げたわけですけれども、お我々が今取っているというか、方法としては、現実的な方法としてですね、やはりその、まあ、モニタリング、計画的な検査をやって、 でやはりその規制値を超えるようなあ食品がですね農産物があ地域、えー、的広がりを持ってやっぱり分布しているという地域に関してはまとめて出荷の制限をしてですねで、えー、規制値があお基,基準値を下回るということが確認されてからですねまた出荷を再開していただくとでそういうようなやはり現在の仕組みということでですね対応していきたいというのが あのの行政サイドの考え方ですであのもちろんそのいわゆるその牛で牛,牛肉であれば全頭検査だとか米に関しては全袋検査だとかということに関してはそのもちろんその基準値を超えるものを流通させないっていう観点もありますけれどもいやお,おっしゃったとおりでその。 できるだけ低いもの ND のものをですね流通サイドからひょっとしたら消費者サイドからって流通の方はおっしゃるかもしれないですけれどもそういうニーズがあってですね検査をして販売されているそういうまあある意味ではそういうですねその販売のための検査っていう側面もあるんだと思います。ですからその私の説明の中でも申し上げましたけれども。 出荷制限が牛肉の出荷制限がかかった4件であっても全頭の検査が必要だというふうに考えているのは使用管理のに問題のあった農家だけなわけななわんです牛肉の問題はもうなんですけど結局その全数をサンプル測定するってのは確かにおそらく不可能なことなわけですね。 そうすると、じゃあ、どこ、どれをサンプル調査すればいいのかというときに、当然、疑わしいものをさ調査するわけですよね。じゃあ、何が疑わしいかというと、当然、今の牛肉を例に言えば、当然、どこから入ってくるか、餌から入ってくるわけです餌から牛肉に入っていくわけですから、牛に入っていくわけですから、餌をしっかり管理をすればいいわけですね。餌を管理する。じゃあ、餌を管理して、餌を、実家、餌が汚染があるのか、あるのかをしっかり把握していく。だそういう、どこに問題があるのかということをしっかり見ていくことによって、あの、 その強弱をつけけていける。つまり、問題のあるものを抑えていくという。だから全、問題のものが抑えていくことによって、だんだん下げていくしかないとは思うんですよね。そういうのは全数調査っていは、いかにも良さそうで、現実にはできないことですから、できないということは、結局いろんな落とし穴が出てくると。 いうふうに私は思うんですね。で、先ほど、なんかさっき安全とは何かというときに、あの前の方が一番的確なご回答されてはびっくりしたんですけど、安全の担保されている仕組みがですね、理解されてて皆さんがどんなふうな担保して、やり方をしてるのか、それを、そのことが皆さんが信頼されてることだと、まさに私もそうだと思うんですね。で、今じゃあ、担保されている仕組みが理解されてるかっていうと、ちょっと理解されてないですよね。それは確かにあの、行政も一生懸命やってる面はあるんですが、ただ説明が、 うまくないですねはっきりとうまくないです、もう全くリスコミュニケーションができてないので、えーその、やはりきちんとした何をどこまでやってるのか、でまた何が足らないのかということを皆さんの、皆さんの思いをアドバイスを入れて、改善していく努力も必要なわけですよね、人間パーフェクトなんかできませんからね、やっぱ常に改善していくということは信頼につながっていくわけだから、やはりそういう窓口を作って、どんなことで今やっている、じゃあ、どこが問題なら、じゃあ、それは変えていきましょうという姿勢が私は大事だというふうに、それが信頼につながっていくという風うに思うんですね。 やっぱその辺がこれから求められているというふうには思います、どうしても今までやっぱりなかなかそのこう言ってはあれですけど、やっぱり行政がやることはもう,こう決めたことはこうどんどん進んでいっちゃいますので、なかなかそうじゃなくって、パーフェクトなものって難しいわけですから、やはりこう、庶民の、市民の声を入れて改善していくということも、そういう作っていくのは大事かなというふうに思いますけど。はい、あネットから一つ ユ、えーストリームから一つご意見がまいりました風評被害について心配しています、えー、風評被害を避ける目的となるデータベースのあり方情報提供のあり方の検討が必要なのではないでしょうか、うん、ということでしたこれについては、えー、どういった形だったら風評被害を抑えられるかもう今日の議論をやはり どんなところでも、これも今日皆さん、関心の高い方がいらっしゃってるから、皆さんある程度は理解できるわけですよね。まあもちろんいろんな意見少しずつ違うとは思うんですけど、しかし、こういう方々ばっかしやない、いろんな方々は皆さん普段全く関心なくきあの生活してて、だけど、やっぱその嫌な、リスクになりそうなものは嫌だなっていうことで避けちゃうわけですよね。 そういう意味でいかに多くの方々にこういう情報を伝えていくのかそのどんなやり方をどんな管理をしているのかどんな安全の担保の体制を持っているのかで今の線のレベルはどうなのかということをもっと分かりやすく丁寧に発信していくでそれはもちろんウェブを使うんでしょうけどそれ以外にやはり人がこういうあのチャンスで対話,対話形式でもっともっと説明する機会を作っていかないとあのいけないのかなというふうには思います。 それしかやっぱなかなか難しいですよね。一方通行のやっぱウェブだけの情報では難しいので。はい、やはりこうそう、双方向のコミュニケーションというのをつたくさん作っていくしかないと思います、ね。やはい。はい、ありがとうございます。一方で会場の方にもお伺いできたらと思うのですが。あのー、もう、既に関心度が高いということで、福島の食品に対してそんなに。不安を持たれていないという方もいらっしゃるかもしれませんが。えー、一方で、福島の食に対してはやはり不安は抜けでいないっていうのが。 実際の現実だと思います。どうしたら福島の食品を買うことができるのか。もし意見がありましたら、お話しいただけたらと思います。はい、お願いします。あの、そういう意味で言うと、実は福島県産の野菜という形を、まあ、測定して数字を出した上で。あの、販売しているところ、まあ、あの、まあ、言ってしまうこの近いうちですけれども。 ああるわけけですけれどもじゃあそ数字を出したからといって、えー、とそこはもうあの各自皆さん判断できるわけですよねだから決してその数字を出すことを恐れてはいけないんじゃないかと思うんですよねあの積極的にそういう意味で言うとこういう数値をあの測ったら出ましたといった時あとはその安全に関してというのはあの皆様はそこであのご判断くださいというようなあの立場でももういいのではないかとは思います。 えすいませんまた福島県から来たものなんですけれども、えー、とあの本当に、えー、厚生労働省のホームページ、非常に分かりやすいなと私も思ってよく見ております、でそれと別にあの福島県では福島新発売というホームページを作っておりまして、えー、それも大変に見やすく、皆さんにもおすすめです、えー、検査の方法も動画で紹介されたりしています、えー、それを見てみますと、本当にあの、えー、3月19日以降、97%が帰省地以下という、ただの事実ですよね。それから野菜に関しては7月以降 ほとんすべて90数パーセント検出されていませんなので数字を出す出さない以前に野菜に関しては出ないんですよねなのでそういったことのコミュニケーションということをもうちょっとえやっていかなくちゃいけないなという程度私も感じているところですえ議論ははつききままませんが、えー、時間になってていりましたた、えー、このの中でえ見えてきたのは えまず安心というものをどう扱うのかということまた、健康リスクの低減それに対してえコストをどのように捉えるのかまた、その中でえ私たちの行政,行政に責任があるのかそれとも私たちが負う部分それをどのように考えていくのかまた、リスクを管理していく上ではえリスクを把握できているのか。 それをどこを見ればいいのか私たちは知る必要があるのかもしれません。また皆、えーえー、さんが信頼を置いていく置けるように状態にしていくというこするためには、えー、コミュニケーションを増やしていく、えー、私たちだけではなく、えー、このコミュニケーションの場を増やしていくというのも、えー、未来感としては重要な部分。 追っていく部分があるのではないかと私自身感じました。じゃあですね、最後に先生方に今日の議論を受けて少し感想をお伺いできたらと思います。山本先生からお願いいたします。今日お集まりの皆さんは非常にあの放射能問題といいますかそれに関心の高い方が集まっておられるので、まああの議論が相当深まったというふうに感じております。であの実際にそのリスク をどう捉えていくのかっていうのは、それぞれの個人で差があるとは思いますけれども、やはり周りの情報を正しく判断していくという自分なりの判断の基準ですかね。その辺をしっかりと持っていっていただきたいなということと、今回の基準値というのを作ったときに、その、まあ何も考えて でなくて、買って、えー、食べている方たちが、普通に安全に、えー、食べていけるような形の基準値として、一応それを設定したつもりでおりますので、まあそういう、うことだと、えー。基準値の意味はそういうことだと思っております。で、なかなかその安全と危険の境目っていうのを、えー、引けないというような、ちょっと難しい話も出てきますけれども、まあ、 普段の生活の中で、えー、その辺は、意識はしつつも、えー、この今回の事件というのを、その、まあ、えー、そんなに複雑に、えー、捉える必要もない部分かなという、えー、ところがありますので、まあ、これから、えー、次に道野さんの、えー、お話ありますけれども、えー、その辺の検査の ことも含めてセットでですね基準値を見ていただければなというふうに思いますやっぱりこういった議論というのはもちろんこちらでも、まあ、今回初めてではなくて。えー まあ、厚生労働省の方でもですね、リスク・コミュニケーションの中で、えー、最近よく説明させていただくんですけれども、やはりその、行政サイドに対する信頼っていうことがですね、やはりなかなかですね、えー、しっかり持ってていただけない、それはもう、もちろん、行政側にも責任あるわけですけれども、まあ、そういう中で、その、こと放射性物質のですね、汚染の防弾について、今後まあど、どう取り組んでいくかということなわけですけれども、もちろん、その今あ、山本先生からお話あったとおり、 えー、基準値そのものっていうのは、その一層の安全と安心という観点でですね、えーまあ、技術的な議論っていうのもあった上えで、今回、新規整地を設定したと、でそれに伴って、ですねやはり検査の考え方っていうのも、さらに整理をしで、過去1年間のデータというのも見ながらですね、 え、今後の検査を続けていくことなんですが、やはりその皆さんにこう信頼されるような、やはり取り組みっていうことをやっていかなきゃいけないと。ただその、たぶですね、え、ある日突然その信頼が上がるっていうものではないというふうに思います。やはりこういったその検査であるとか、それからその結果を、検査をしっかりやる。それからデータをきちんとやはり継続して、公表していく。 それからやはりそういうリスクコミュニケーションというのをしっかり、そういうことをやはり継続してやっていくということで、えやはり行政側の信頼というものを得ていかなきゃいけないですし、まあ行政だけの問題ではないと思うんですけども、出荷制限にしてもしっかりと検査をして、そういった出荷制限を的確にやっていくっていうことでですね。 えーまあ、要は国民の皆さんの信頼を得ていくと、そういうことはやはりです、ねえー、継続していくということがやっぱり大事なんだろうというふうに感じています今回の事故を受けて、一番信頼を得られなかったのは、まあ、専門家かなと、私も含めた専門家かなというふうに本当に反省をしております、まあ、それはなぜかと考えたときに、まあ、学問と非常にこう細分化しているところがあります。 で、それぞれ、まあ、皆さんから見ると、まあ、皆さんせ、どの専門家も同じように思っちゃうんですけど、やっぱ専門家は専門家しかなくて、かなり狭いところでこう活動しているところがあるわけですねでその。その専門家同士のネットワーク、もっとこう、話し合い、えー、議論。そういったものが、こう、十分でなかったところがあったりします。やっぱそういう意味では、やっぱ、そう、いろんな分野を超えて、えー、こういうリスクの問題を議論していかなきゃいけないなって、私自身は、つくさんの説明を持っておりまして、まあ、今後そういう努力を今からしているところであります。また、 皆さんからの信頼を得るような専門家になっていかなきゃいけないのかなというふうには思っております。今日はいろいろありがとうございました。先生方、ありがとうございました。またですね、えー、会場の皆様の議論があって、えー、本当にリスクとどのように付き合っていくべきなのか、議論を深めることができたと思います。会場全体に拍手をお願いいたします。 それでは以上をもちまして、未来設計会議、食品中の放射性物質、どこまで許せますか、終了したいと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。